2007 J リーグディビジョン2、今日が第28節を迎えます。東京ヴェルディ1969、そしてモンテディオ山形、この両チームの対戦をご覧いただきます。かなり強い雨が降っています、この西ヶ丘サッカー場です。まあ、この雨にも負けずサポーターの声援はかなり大きな声なんですが、まあ、ピッチの方も多少滑りやすくなっています。まあ、そういった中で、まあ、好プレーを期待をしたいと思います。まあ、多少涼しくもなっていますが、気温が21度4分です。湿度が 89% 雨、まあ、多少じとっとした感じは否めません。ご覧のような強い雨です。まあ、台風の影響を受けていますから、まあ、仕方のないところ、もちろん選手も、まあ、そういった気持ちで今日はこの西ヶ丘に乗り込んできています。さあ、そして今日のゲームなんですが、解説はおなじみ渡辺一平さん、実況上野明でお伝えしてまいります。渡辺さん、やっぱりこの雨って気になりますよね。いや、今日は雨だけではなく、ちょっと風も強いじゃないですか。この風の方が僕は選手時代嫌でしたね。なおかつそれで今日は雨ですから、ディフェンダーですが特にそんな感じだったでしょうね。そうですね、まあ、しかし今日西ヶ丘のピッチコンディションを見る限りでは非常にいいので、はい、この雨の中でもしっかりパスをつなげると思うんですよね。まあ、おそらくこれがずっと続いてくると後半あたりは多少たまり具合も、ね、出てくるかなという気もしないでもないんですが、さあ、それではここで J2 順位表です。確認しておきましょう。ヴェルディが第4位に浮上しています。42の勝ち点です。まあ、そして山形が第9位という、まあ、この勝ち点になりますが、まあ、仙台がもう目の前に迫っています。まあ、その仙台に勝ったというのはこの差になっているわけですが、まあ、これからどんどん行こうという現在4連勝中の東京ヴェルディです。さあ、そして今度はそのヴェルディですが、クール別になります。ご覧のように第1クールが第9位で失点が25あったんです。で、第2クールに入って得点はそんなに変わっていないんですが、この失点が8なんですね。いや、本当にね、システムが3バックと、やはりこう固定されることによって、ね、徐々にメンバーも固定されるようになりましたよね。はい、特に第1クールの場合は3バック4バックとゲームによっては使い分け、なおかつそれに対してメンバーも変わってましたから、はい、そういったところでやはり不安定さというのがこの25という数字に表れていると思います。という意味では本当にこう良くなってきたという、もちろんこのサッカー、まあ、ディフェンスを固める、まあ、ここからスタートを切るわけですから、まあ、非常にいい形で、まあ、ここまで来たということになります。第2クールです。そして第3クールに入っていますが、さあ、得点ランク、まあ、前節その第3クール最初のゲームだったんですが、まあ、復帰が仙台からなんとハットトリック17ゴールになりました。まあ、その他は選手は今日関係の選手はここには入っていないんですが、やっぱり復帰のこの得点力、これが今日も物を言いそうな雰囲気があります。さあ、ヴェルディの最近5試合です。先ほども言いましたが、セレッソ大阪に勝ってからこれ4連勝ですが、あのアウェーが3試合あるんですよね。はい、まあ、しかしそこの仙台もそうでしたし、まあ、結果だけ見れば非常にいい流れではあるんですけれども、はい、やはり長丁はまだ半分折り返したばっかですから、ここでやはり修正点、夏場の暑さに向けてであったりだとか、やはり3位以内もしくはもうヴェルディの選手スタッフ以下というのはこの2位以内というのはもちろん目指していると思うんですよ。はい、そんな時にまだ修正点はたくさんあると思いますけれども、そこに向けて、ね、なおかつこれ連勝しているというのはチームの好調さというのが、まあ、結果出てますよね。というこの東京ヴェルディです。さあ、それではメンバーの方をご紹介してまいりましょう。多少今日は変わっています。グランドに高木がキーパーですが、一柳、戸川、服部の3バックになっています。菅原、佐藤のボランチ、右に海部と左が藤田、そしてトップ下ディエゴで、今日は広山と復帰のこの2トップです。復帰は今3枚です。もし今日もらってしまうと4枚は、まあ、前回もありますから2試合停止になります。これは、まあ、次の札幌戦を考えても、まあ、絶対に今日はもらえないということになります。そして控えの方です。柴崎、永井、大野、金沢、そして船越が入っています。船越も3枚です。今服部が映ります。好調東京ヴェルディ、まあ、今日もいいパフォーマンスを見せてくれるはずです。さあ、この中で誰が注目になりますか。前節仙台相手にハットトリック、はい、取ってやっぱり復帰になるでしょうね。で、やはりタイトなマーク、どのチームからもその要注意選手と挙げられる中でもしっかり結果を残す、はい、これはやはり一つヴェルディのストロングポイントだと思うんですけれども、あとはやはりこれからあと半分戦っていく上でいかに復帰に対して周りが絡むことができるか。今日の場合は広山がコンビを組むわけですけれども、そのツートップだけでなく中盤もしくはそのアウトサイドの選手も含めて、ここはやはり注目してみたいですね。はい、という東京ヴェルディです。さあ、今度は山形の方ですが、最近の5試合です。確認をしておきましょう。
まあ、ご覧のようにこの5試合だけを取れば1勝1分けの3敗です。負けが先行してしまっています。それぞれこれ1点ずつを取ってるんですが、先に点を取っても結果的には出てこないということですね。まあ、一つ要点としてみればその勝ち越す2点目が取れないというのも一つですけれども、はい、やはりまずいい風に考えれば点は取れてるわけですよ。でしかしこのベースである山形、今までのサッカーその守備といったところでそのベストメンバーが組めなかったりであったりだとか、その怪我人、そういったところがかなり影響しているとは思うんですよね。しかしメンバー見ると徐々に怪我人も戻ってきましたから、はい、この数字よりはやはり上回ってくる、上位にとったら嫌なチームになってくるのは間違いないでしょう。さあその山形です。メンバーご紹介しましょう。キーパー清水です。フォーバックは右から須田、レオナルド、鷲田、石川です。中盤には右から財前復帰しています。秋葉、本橋、そして宮澤です。で林と北村の2トップになります。横山今日は停止になりました。したがってこの北村と林の2トップです。そして控えの方です。ご覧のように遠藤、小原、渡辺、佐々木、そして根本、この小原、根本も、まあ、怪我からの復帰になりますから、まあ、そういった意味ではこの復帰の選手もだんだんこう増えてきたということはいいことですよね。いや本当にプラスの材料だと思いますしね、はい、さあその中で注目になりますが、やはりこのチームを引っ張っていく上でその守備のベースとなる山形に対してやはり点を取る、今日もやはり積極的にサッカーを仕掛けてくると思うんですよね。そうなった時に豊田、横山が怪我の不在の中で引っ張っていかなきゃいけないのは林だと思うんですよ。今日は北村とのコンビだとは思うんですけれども、そこに対してで J2 でも山形のサッカーも十分熟知している彼がまだ今シーズン1点しか取れてないっていうのが ね、これまたチームの順位となんか反映しているような感じしますけどね、はい。まあ、得点的には山形が29点ですから、まあ、やっぱり低いなというそんな印象はあります。ただまあ失点の方も実はこれ、13チームの中では低い方で27ですから、まあ、その27の失点がこのところまあ点を取られるわけですから、まあ、要注意になります。さあゲーム開始前どんな表情だったか伝えてもらおうと思うんですが、今日のリポーターは高井清香リポーターですが、高井さん、はい、皆さん、やはり雨激しいです ね、おそらくこれ試合中も少しも弱まることはないんじゃないかなといった風です、台風の影響ですがしょうがないですけどね。そうですよね、ただね、渡辺さんのお話にもありましたように、はい、ピッチ状況すごくいいんですよね、うんうん、両チームのコーチングスタッフもちょっと驚いた表情をしていまして、なるほど、特に山形のコーチングスタッフ、前節の京都戦の時大雨でしたよね、はい、でしたね。あれと比べたらもう数倍いいと、あの時のようなサッカーではなく今日はちゃんとつなぐようなサッカーができるんじゃないかなという話もしていました。そうですか、はい、さてこの西川岡なんですが、ヴェルディにとっては非常に弦のいいスタジアムなんですね。ほうほう、はい、去年3戦して負けなし、うん、まあ、サポーターにとってもいいイメージが残っているんですが、ラモス監督、西川岡の神様はヴェルディのファンだと思うという言葉で現役時代からラモス監督ここでほとんど負けた思い出がないそうなんです。なるほど、まあ、そして今日5連勝にかける意気込みもすごいもので、まあ、今日勝てばしばらく負けることはないと思うと、はい、とにかく今日勝てば来週のことは全く心配しないよという話をしていました、うん、そうですか、今日はとにかくシンプルに前を向いて戦っていきますということでした、はい、一方アウェーの樋口監督にとってもここ西ヶ丘ゲームいい場所で、選手権の時に一度だけ出場したことがあるんだけど、ここで唯一得点を挙げたということなんですね、はい、まあ、どちらの神様が勝つんでしょうかという感じなんですが、樋口監督、今日のヴェルディ戦、まあ、うちは守備でゲームを作るチームだと、はい、ただ守備ばかりしているわけにはいかない、しっかり強くボールに向かってプレスをかけていかなくてはいけない、アグレッシブさもどんどん押し出していきたいと、ヴェルディに対しては1-0では絶対に勝てない、追加点を狙うこと、このことが大事になりますという話をしていました。そうですか、以上です。という高井リポーターですが、ということは、まあ、共に樋口監督、ラモス監督相性がいいということ西川岡の、まあ、ゲームということになりますが、まあ、今選手が入ってまいりました。この入場も本来各スタジアムは渡辺さん中央から入ってきますよね、はい、この西川から右から来るんですよね。でなおかつ選手のスパイクチェックが雨に、濡れながらですから ね、まあ、年齢、はい、そういう年代を感じさせるスタジアムですけども、非常にピッチが近いですからね、はい、サポーターの、また独特の雰囲気があると思いますよ、でこのスタジアムは要するにホームのサポーターは右サイドなんです、はい、で左がアウェーですが、これも逆ですよね本来とね、逆ですね、まあ、そういったスタジアムなんですが、ただまあベルディも相性がいいということになりますから、まあ、今日はおそらくいいゲームをしてくれるはずですし、まあ、そのピッチの話も出ていますが、本来このくらい振ってしまうと結構溜まっている感じもあると思うんですが、ないんですよねまだね。いや、まあ伸びるだとかそれも雨特有のボールの動きはしてますけれども、全くその強い雨っていうのを感じさせないぐらいボールは動いていますね、はい、さあ今日は主審が広瀬さん、副審が金子さんと石川さんです。第4審が伊藤さんというこの4人の審判でゲームの方が裁かれます。まあ、台風の影響を受けました、まあ、そういった意味ではちょっと嫌
ような雰囲気であるんですが、まあ、気持ちをまた切り替えてこの林がどういうふうに得点に絡むか、まだ1点しか取っていません。そしてこのところはまあ吉原が怪我をしてしまったこともあります。高木がずっとこうキーパーとして、ま、守り出す高木清水という、まあ、今ずっというのは清水になりますが、これもどうい う, こうゴールキーピングを見せるかというのも、これやっぱりこの雨を考えてスリーピーサーを考えれば当然キーパーというのは非常にこう緊張感ありますよね。まあ、そのキャッチングに行くのかそれともパンチングで逃げるのか、その判断の速さというのも求められますし、守備に関してキーパーだけでなくそのやはり立ち上がり、特に立ち上がりですね、ディフェンスラインも含めてセーフティーというのが求められます。はい、まあ、その立ち上がりはともに5失点ずつということで意外と多い失点がありますから、まあ、どういう入り方をしていくか、まあ、見たいところであります。まもなくキックオフになります。前半45分の今ホイッスルが鳴りました。右エンドがホームの東京ヴェルディ969、そして左エンドがアウェーのモンテリオ山形です。さあ平山にボールが1本入りました。そして復帰が平山、平山チャンスだった、さあどうだ、狙ってシュートになった、いきなり行きました。清水がキャッチですがいきなり来ましたというご挨拶が広山のシュートだったんですが、渡辺さん、はい、今いい感じでしたよね。本当スペースなかったんですが、このスリッピーなコンディションの中止めてワンタッチで前を向きフィニッシュまで、はい、もうコントロールした時点でシュートは頭にあったんでしょうね。さあそして佐藤から今後ろにボールが行って一柳になります。長いボールが復帰を狙っていきます。ここはボールをカットしました。8番の本橋です。本橋が行っています。まあ、ですから渡辺さんの話がね、これはやっぱり立ち上がりどういうふうなこうゲームの入り方をするか、今好調のヴェルディですから当然その先制点を狙っていきたいということになります。まあ、寒暖なく降っています。そしてまた雨が強くなってきていますが、ロングスの長いボールが入りました。さあここから高いボールになります。風は今緩やかな風で左から右に吹いています。服部が競っていますがボールこぼれました。さあそしてここで北村いきますが、北村いった、北村いった、逆サイド林が待っている、林おっと打っていったがシュート、まだあります。林がいきます。北村のシュート、そしてこのこぼれ球林がボールを持っていますが、ここから中に出た、逆に振っていきますがちょっと長いか、北村が飛び込んでそしてそこへ狙ったボールだったんですが伸びてしまいました。さあここは池谷、そして中にボールが入りますが、今しかし山形はいい攻めでしたね。いや本当ね、北村がいいタイミングで前に抜け出したんですけれども、少しディフェンス池谷の対応がねミスがあったので、そこを疲れてヴェルディにとってみれば危ないシーンでしたね。はい、まあ、そういった意味ではあの富澤の怪我、そしてまた萩村の怪我、そういったことで今日の3枚は違うんですね、メンバー的にはね。そうですね、まあ、服部が最終ラインに入ったりだとか、はい、まあ、服部に関してはねジュビロでもその3バックこのポジションというのは十分に経験しているので問題はないと思うんですけどね。はい、その今日のスリーバックなんですけれども、前節仙台戦で富澤選手が怪我をしまして、まあ、翌日帰った時はもうクールダウンのみということで、昨日1日だけ合わせただけというほぼぶっつけ本番ですという話を戸川選手していました。ただあの心配はしてませんよということでしたけどね。なるほど、まあ、当然その服部のプレーはあのボランチに入ってもいい仕事をしました。そして勝利に導きました。まあ、そういったことを考えても、まあ、本当にどこでもできるというユーティリティですから、非常にやっぱり貴重な選手ですよね。いや貴重ですね、サイドもセンターもどこでもこなす、まあ、本当にジュビロでも、はい、でまあ、もちろんこのヴェルディもそうですし、日本代表でもそういった守備においてのユーティリティプレイヤーでしたからね、はい、チームとかこういう選手は本当に一人いると楽ですよね。さあその服部がいきます。まあ、キャリアは十分に積んでいます。さあそして今戸川も上がっていきました。一夜に戸川が今ラインに入っていきます。さあそしてこのフリーキックから、さあどこを狙っていくのか、カーブを描く復帰がいる、落としてディエゴ行った、ディエゴのシュート、少し服部のイメージとあとはマイナス気味のボールだったんですけれども、ファーストコンタクトでしっかり体を捨てて抜けたボール、ディエゴですよね、まあ、しかし最後までよくディフェンス足を出しました。さあそしてコーナーキックになります。最初のコーナー、ヴェルディのチャンスになります。中には復帰、そしてディエゴも入っています。一夜にも今構えています。そしてトガーも動いたファーサイド、さあそのトガーがどうだ、飛び込んでいくが、これはキーパーおーっと動いている、こういうのがちょっと怖いところですね、はい、さあそして今度は簡単に攻めていきますが、もちろん中にはもうすでに北村、そして林も待っているんですが、ここはカットされました。そしてディエゴが行きます。ディエゴ、さあここで宮澤です。キャプテンマークをつけている宮澤、そして10番の財前が行きました。今日は財前が復帰をしています。まあ、怪我ということでなかなかこう出番もなかったんですが、その財前が今倒れています。右足ですね、足首、膝と、まあ、両方に爆弾抱えてますからね。そうなんですよね。長丁場、財前自身がコンスタントに試合出れるというのは非常に難しい状態ではあると思うんですけれども、まあ、彼が帰ってきたことによってこういったセットプレーでの得点って上がると思うんですね、山形。まあ、25、26は欠場でした。まあ、前節にようやくサブに入ったんですが、今日はスタメンで起用されています。
さあそしてここがチャンスになりました。石川がボールを蹴ります。石川の左足カーブがかかる。そしてゴール前こぼれて低いボールになりました。ディエゴクリアです。そしてここから遠い位置から宮澤を打っていきました。キーパー竹谷を取っています。まあ、やっぱり阿部を意識して多少遠めでも当然打ってくるわけですよね。いつもよりもシュートレンジは広がるでしょう。はい、タッチライン割っています。スローになりました。貝本が入っています。そしてこのフィルヤマ20番、まあ、この辺りもなんか点が取りそうなそんな気配もあるんですが、さあそしてディエゴ、ディエゴから左に入っています。フィタが行きました。その佐藤から藤田を狙っていきますが、ちょっと長いキャットラップをした藤田。そしてディエゴ、ディエゴから佐藤、今日は佐藤がボランチに入っています。佐藤と菅原のボランチになります。まあ、ここもオールかなという話もあったんですが、そうですね、まあ、前節で結果出しているだけに同じメンバーで戦う、はい、よくあるチームの戦術なんですけれども、船越 のところであり江尾野のところであり2枚変えてきましたよね。さあそして今度はまた山形財前が持った。そしてスーッとサイドフラッグが上がりました。いいタイミングだったんですが、面白いね、ディフェンスラインと、本当にいい裏を取る動きだったんですが、今のような動き、ディフェンスライン動きながらボールもらえるのが北村の特徴なんで、ベルディは今ラインコントロールできているとはいえ、あのプレーに関しては気をつけなきゃいけないことだと思います。あの辺は財前宮澤って結構出してくるんだね。いや本当ワンタッチ通過して狙ってますよね。はい、さあそしてこの最終ライン、右に一夜ライン、中に戸川、左に服部、この3枚です。その戸川から長いボール、藤田を狙っていきました。ちょっと長いキャンプボールが出ました。タッチで待っています。まあ、狙いはいいところだったんですが、さあそして秋葉がボールを入れます。いや失礼、須田がボールを入れます。須田からボールが入ってきました。今の接触、ちょっと北村目頭を押さえていますが、まあ、この山形の中では北村が5得点ということで最も多い得点になります。ちょっと接触で目を痛めていますが大丈夫かな。ちょっとも競り合った時に戸川の指が目に入りましたかね、はい、だから山形としてもこの北村の5点が多いわけですから、はい、もっと点取る選手が欲しいんですけどね。それが毎年山形のねウィークポイントでもあるわけですよね、決定力といったところが、さあそしてここはカット、おっと平山詰めていきますが、もう1回右サイドボールが出ました。29番の須田、前線フィードはここはダメですが、そのまんま立ち合いがありました。2番の鷲田からボールが出ています。須田、レオナルド、鷲田、そして石川というこのフォーバックになります。そして藤田が出ました。さあここから須田から一旦下げました。戸川、そして一夜内、一夜内からどこを狙うか、2回分となります。回分がもう1回一夜内。さあここからどういうふうにボールを回すか、長いボールを1本出しました。そしてここは佐藤が行きますね。佐藤が入っていきました。まあボランチも佐藤はオフェンス、そして菅原がディフェンスということになりますが、ここは、藤田の守備です。藤田がですが、この上下運動攻めて守って非常にいい守備するんですよね。そうですね、まあ、本当にその3バックですから、はい、もちろんワイドサイドに開いて攻撃の起点になる、そこも一つですが、2列目の飛び出しでも今のサッカー必要になってきますから、そうなった時にサイドに張るだけでなくセンターのポジションもカバーできますよね。ラモス監督です。まあ、今シーズン初めての4連勝中です。おっとちょっと引っ張ってしまった、佐藤が引っ張ってファウルになりました。倒されたのは秋葉です。23歳若い選手です。まあ、秋葉も2点を取っている、まあ、中盤の選手になりますが、さあもう1回蹴り直しになります。3番のレオナルドがいます。185cm、 24歳のレオナルド。さあここはチャンスがありました。京都西ヶ丘サッカー場、まだ確かに水の溜まった箇所はありません。非常にスリッピーでありますが、水はけのいいプロ西ヶ丘、ここは高いバンドになりました。高木が取っています。上野さん、はい、ピッチ上少し風が出てきましたね、山形が攻める方向に風が出てきました。なるほど、山形が攻める方向ですから山形の風上ってことですよね。左から右へのことですね。そうですね、はい、はい、ご覧のような、まあ、この旗を見ると緩やかなんですが、まあ、風の方は出てきたという、確かに雨の流れも、まあ、左から右に差すような雨になっています。さあここは佐藤が取りました。そして服部から藤田、もう一回服部、長いボールはディエゴ、ここはレオナルドが行きました。
レオナルドから長いボールでここは高になります。ピッチコンディションが雨の中でも非常にいい分、はい、両チームやはりつなぐ意識であったりだとか非常に高いですよね、グランダラボールが、こうなるとやはりちょっとイメージずれたりだとかで多少ボールがずれた時に中心がいかなくなるわけですよ。しかしこう浮き球であったりだとかそういったセットプレーも含めて空中戦というのもかなり勝敗を分けると思うんですよね、はい、でここに来てその船越ではなくベルディ・ラモス監督が平山を使ったこの意図というのもちょっとゲームの中で見ていきたいですよね。樋口監督が移ります。今シーズンが2シーズン目になりました。まあ、前節も雨の中のサッカーでした。まあ、したがって雨のサッカーをしたという話をしていますが、まあ、今日もそんな格好になりましょうか。まあ、スペースを狙ってボールを出していこうという、まあ、前節のゲームでした。ベルディがこれだけ前から来るもしくはこの攻撃的に来るというのはゲーム前から山形選手一人一人というのは分かっていると思うんですよ、はい、でなのでまあこの時間帯特に立ち上がりこの10分過ぎなのでピッチコンディションも含めてまず慣れるというのが一つだと思うんですよね、はい、どのタイミングでどの時間帯でシフトチェンジしてくるのかちょっとそこ見てるんですけども非常に立ち上がりは冷静な入り方していると思います、はい。まあ、このところ失点も増えていますが守備では定評があります。ご覧のようなこの守備のデータになりますが、まあ、ヒーシュートが191本は最も、まあ、少ないというシュートですから相手がシュートを出せませんこの山形。しかしここは藤田が行きました。まあ、これも透明になりますが思い切って打っています。ご覧のような失点が27リーグの2位という非常に少ないんです。ですからあの、ま、確かにあの以前から昔からなんか山形のイメージは守りというイメージありますよね、はい。先ほども触れたようにやはりどうしても勝つ上でゴールといったところがいつも課題として残ってしまうんですよね。そして今日も見てもやはりこの前に出てくる2列目からのディエゴであったり前線の復帰引いた時であったりだとかそれほどラインであったりポジションを崩すことなく受け渡しもできていますからね、はい。ただまあゲームの流れの中でやっぱりシュートを打たせないというのも一つ大きな、まあ、ポイントになるんですが、まあ、そういったサッカーをしているこの山形さん、ここはチャンスになるかな。中にもうすでに財前が入っていきますがボールは来ません。そして宮沢から横へ出しました。8番元橋打っていったシュートになりました。両チームともにこれが多いですね。まあ、意識としてゴールを狙う、はい、でこのピッチコンディションですから、もちろんそれはあると思うんですよね、はい。なので、まあ、ベルディも今の山形もそうですがいつもよりシュートレンジが広がっているというのが選手は分かっていると思うんですよ、はい。で今度そこに対してプレスに行くのかそれともある程度遠いところでも打たせてもいいと考えるのかその辺のギャップというのもなくしたいですよね、中盤ボールこぼれてそしてここからまたボールが出ていきますが林が出しました。北村行きます。北村行きますがここは戸が守っています。高いから長いボールそのまんまキーパーに行きそうです。前田さん、はい、ベルディベンチからは佐藤雄介選手に下がりすぎだともっと前の高い位置を取れという指示が。なるほど。まあ、この辺は渡辺さん、はい、まあ、当然あの菅原がディフェンシブなブランチになりますから、はい、もともとこう佐藤には前で勝負してほしい。なのでまあ2人ダブルボランチの役割分担といったところが、はい、佐藤雄介に対してディエゴ復帰に近いところでプレーしろ分かるんですが、はい、もう1枚パートナーを組む菅原自体が今ちょっと結構サイドに引っ張り出されてるんですよね、そうなった時にバイタル戸川の前のスペースが空いてるので今佐藤雄介はそこを意識しているんだと思うんですよ。なるほど。先ほどはいきなりこう前を伺うという、まあ、そういった前を出る取るそういった、まあ、動きもあったのが佐藤ですがその今ボールを持っているのは佐藤です。フッキーからディエゴここはボールがカットされました。さあそして山田チャンスになりますが一旦ボールを下げてここから須田が行きます。須田が持っていきました。持っていった持っていった須田持っていったシュートアウト。体勢としては非常に無理な体勢だったんですが林が行きました。後ろからの、ね、浮き球でしたから難しい体勢でしたけども、ね、なんとかゴールへというジャンピングボールで選択しましたけどね、まあ、これでいいと思いますよ。フォワードは何が起こるか分かりませんからね、はい、こういったスリッピーなコンディションゴール前は。で今の須田の動きも良かったですね、はい、思いっきりのいい突破ですね、はい。須田は右サイドバックの選手ですが非常にいい突破を見せました。さあそしてここは19番秋葉がいます。当然こういうふうに裏を狙っていくというのはこの山形の攻めになりますが19番の秋葉です。23歳。13分からまもなく14分になろうとしていますがもちろんまだ点は入っていません。0対0。ここまでどんな印象ありますか。
いや非常にそのヴェルディは前へ前という積極的な動きというのが見られるんですけれども、はい、対応している山形がそれほど焦りも感じずうまく対応できているんですよね。なのでもこれも十分ゲームプランゲーム前から頭にあったのかなというようなそれぐらい冷静に戦っていると思います。そうするとそういった中で注目しているこの復帰と林のこの2人はどんな思いになっていますか。いや復帰に対してなかなかボール触れてないんですよ、はい、で常にこうディフェンスをしょった状態でボールを受けているのでこのピッチコンディションいつものようにワンタッチで前を向いてドリブル突破というのは難しいと思うんですよね。そこでフラストレーションを爆発させないことだと思いますよ、はい、ディエゴ菅原菅原から貝本海部と岡田と4試合連続で出ています。そしてワンツーでディエムからもう1回ディエムに戻ってもらいたい。ここは秋葉取りました。秋葉からボールが、うん、ここも復帰が来ました。シュート狙う上がってますよね。あの辺のブロックもね石川ですよね。石川のいい守備になりました。さあここはもう1回佐藤がいます。そして藤田さあ前と広山広山にボールが出ないか。おっとうまく体になりました。須田のいいプレーです。まあこの辺が山形のやっぱり守備というところなんでしょうか。そうですね、相手に仕掛けるだけのスペースを与えず、はい、で時間を遅らせかけさせたと思えば、1対1ではなく常に数的優位を作るという周りのサポートも非常に早いですよね、ですからさっきの、まあ、シュートあたりも結構石川が、ね、ブロックしてしまうという、はい、まあ、そういった体制を作ります。まあ、シュートまでは持っていかれましたけど、はい、チャンスですね。北村が来ました。北村と伸びてしまったか、うん、まあ、これが雨の影響かもわかりません、はい、一歩二歩前にボールが行ってしまいます。まあ、ディフェンスの中でも裏に出るボールというのは伸びるというのは頭にあるわけですからね、はい、思い切っていつもよりも後ろのスペースを空けることはできると思うんですよ、はい、ラインを高く取ることは。戸川まだまだ成長過程にあります。戸川佐藤から菅原ボランチそしてもう一回戸川、まあ、いつもですとここは萩村がいたんですが今、まあ、ちょっとこう腰を痛めています。ディフェンスの方は、まあ、確かにこう故障者が多くなっていますがベルディは今中盤がやたら人が増えてるんですよね。そういった意味ではね。そうですね、まあ、本当に前節の大野もそうでしたし、はい、まあ、七海がねこうちょっと今離脱してるのはちょっと痛いですけどね、でもそれに感染者がどんどん出ているわけですから、まあ、非常にこうラモス監督も選択肢という意味は大きく広がっています。しかしまあピッチに出ている立っている、まあ、フィールドプレイヤー10人のうち4人がレフティーじゃないですか、はいはい、このサッカーも少し偏りすぎなのかなとは思うんですけども、アットリンからそしてこの佐藤ももちろんそうです。レオナルド須田ここはディオがプレスをかけます。レオナルドからここは拾ってしまうと触ってしまうとオフサイドというポジションでした。林とそして北村です。もうセンターの戸川も今よくしっかりラインコントロールできています、はい、裏のスペース高木もゴールキーパー狙ってますからね。雨の日のサッカー最終ラインはしっかりできていると思います、さあここは貝本貝本ここで非常にいいプレーですが復帰復帰ディエゴ平回っているが復帰復帰あのファールそして今日内監督がエースという表情を見せましたが我慢したいところでしたけどね、山形からしてみれば嫌な場所なんですよね。しかし先ほどからこのフッキディエゴのパス交換、はい、非常に狭いところで5メーターぐらいのパスじゃないですか。ここ山形すごい意識して人かけてるんですよね、はい、さあここはフッキの、まあ、ドスンというシュートになりそうですがディエゴも今アドバイスを変えます。こういう時の雨の日ですから、まあ、キーパーの清水が非常にプレッシャーになります。浮かして速いというよりもやはりグランダーなボール打ってくると思うんですけどね、まあ、手元でこう跳ねるボールですよね、はい、まあ、そういう意識当然キッカーにはあります。清水このキーパーのファンブルも考えられますからセカンドボールも必要ですよ。スキッキケットと壁に当たってボールが出ました。今のような壁に当たって変化したらキーパーは絶対反応できませんからね。この左足壁の外を狙っていきました。さあここがコーナーキックです。低いボールが飛び込んでいく、うん、今の一柳のこの飛び込みです。もう一回コーナーキックになります。柳戸川ディエゴ復帰高いボールはここはクリアボールになりますがレオナルドも高さは持っています。185センチあります。冷静な判断のクリアになりました。
まあ、センターバックコミュニティの足田自体も非常に身長ありますから、はい、ただ掘り込んでいるようなボールだと、まあ、簡単に跳ね返すことはできると思うんですよね。船越がいればまた別なんでしょう。違うでしょうね。ディエゴ、藤田、ここは戸川、石柳、貝本が手を挙げていますが、その貝本へ出さないで今出しました。簡単にさばいて佐藤、さあここからどうするか。ディエゴ左空いてますけどね。いや今もディエゴから復帰へのパスコースが3人入りましたからね。そして広山、ここはレオナルド、まあ、当然右サイドのプレーになりますが、左のツイッターがまず耐えていました。藤田、ディエゴ、広山、ここは通らないか。そして下から長いボール、高いボールになりました。そのまま立ち上がります。いています。まだ0対0、点は入っていません。上野さん、はい、フレディベンチは動き出している広山を使えという声が何度も飛んでいるんですが、ですから先ほど広山選手のボールが入った時はラモス監督大きな拍手を送りました。あ、なるほど。どうしてもディエゴ行った、ディエゴ、広山と、ディエゴのラストパス非常に面白いボールでしたけどね。スピードありますよね、はい、だから平山はもちろん追いつかないという、まあ、そんなイメージがありました。まあ、平山のポジション以上に山形の最終ラインのポジショニングの速さですよ今は、はい。まあ、そして当然ですがディエゴと復帰のパス効果がありますから平山が空いてくるわけで、まあ、そこをベンチとしても当然使っていきたいという、まあ、今の高いリポートの話がありました。試合前にも触れたようにその決定力のある復帰に対して誰が絡んでくるのか、今もやはりディエゴとその2人のパス交換がもうメインになっていますよね。そうなった時に佐藤裕介も含めて広山、あと両サイド貝本もそうですよね、藤田もそのバリエーションだと思うんですよ。ただこの2人は長いボール出ますが、ここが高いです。復帰とディエゴに行ってしまうとどうしてもこう2人でやってしまうという気持ちが強くなってしまいますから、なかなか外に出てこないんですが、でまた2人でやるってチームメイトが分かっていると足も止まってしまうわけですよね。やっちゃいますからね実際ね、うん、いやそれが本当第1クールの終盤であったりだとか、第2クール苦しんだ一つの原因だと思うんですよね。広山から復帰、復帰からディエゴ、そして藤田、面白い藤田、トラップちょっと長いか、復帰、あーちょっとダメだ、もったいない。さあそして財前です。財前から裏を取ろうという、そして北村行ったところで今フラッグが入りました。オフサイドになります。雨の中ですがラモス監督をずっと前に出てきています。皆さん、はい、日本の樋口監督はほとんどテクニカルエリアに出てきてませんね。先ほど惜しいの山形のシュートシーンがあった時は拍手をしながら前に出てきたんですが、はい、でそれ以降はしっかりと腕を組みながら戦況を見つめています。なるほど。まあ、そして高井さん、はい、ラモス監督ですが、あのメンバー見たらこれ今日決めたそうですね。あの通常でしたら前日にはあの選手たちにスタメンを発表するんですが、今回に限っては当日選手たちに伝えるということで、まあ、実際そうしたようですね。この時点では選手たちも誰が出るかわからないというような話をしています。それはこう選手の準備ってのはどうなんですか。まあ、やはり全部与えられた環境のもとで全力でこう準備するっていうのが一つ選手に与えられた使命だと思うんですけども、まあ、システムであったりだとかそういったセットプレーの確認で何ら選手を打つと、ね、分かるようなもんですけども、話を聞くと今回のヴェルディは最後の最後でこの船越であり大野のところ分かったみたいですね。ですよね。上野さん、ラモス監督は競争意識を高めるためというような話もしていましたが、ただあの前節の仙台戦でもこの選手をこの選手に当てるというようないろんな計算をしたんだというような話をしていました。で今回山形仕様で何かするんですかと聞きましたら、まあ、それは内緒だということを言っていましたから、まあ、何か考えがあるのかもしれないですね。なるほど。これは長いボールレオナルド、そして高いバウンドは高いやつになります。まあ、確かにメンバー発表しないときは選手は必死ですから、まあ、競争意識は当然出てきます。まあ、そして当日の発表ということで、まあ、もらった選手はホッとするわけなんですが、その佐藤は今日ボランティアに入っています。そして藤田、さあそしてこれがフェリティの4連勝ですが、本当に出展が少ないことになります。まあ、セレッソ、そして水戸、仙台はこれはアウェーのゲームです。まあ、トスのゲームはホームゲームです。3対1の勝ちでした。まあ、とにかく第2クラはわずかに8失点ですから、前節の仙台戦も1失点でありましたけど、崩されたシーンであったりだとか、
もう危ないシーンっていうのは数シーズンあったわけですよね。あっ、あっとっとっと、アウト。財前を今引っ張ってしまっていますが、あんまりこういうことはしない方がいいと思うんですが、ちょっと揉めています。そして財前、まあ、財前も今日は久々のまたスタメンルートになったんですが、まあ、財前の昔はね、若い頃はベルディの財前してましたし ね、ね、今ちょっとやり合ったベルディの佐藤祐介も山形にいましたからね、はい、そうですね、ここですよね。わお、この後のプレー、繊細ですね、はい、あのちょっとこうヒールで蹴るような感じになりました。ただ今本人はそうじゃなくてちょっとかがんでしまったということなんですが、まあファウルになりました。そしてここがディエゴ、まあ、しかしここはフリーキックを取ったのは東京ベルディです。ここ、この後ですね。そしてここでその佐藤が行きました。でその佐藤を引っ張った格好でファウルになります。まあ、いろいろこうやっぱりファウルをもらうには打席がいろいろあったんですが、ただまあ今日はこの雨の状況ですから、フリーキックというのはゴール前あまり与えたくないですよね。 いつも以上に集中しなきゃいけないポイントだと思いますね、はい、さあ距離はたっぷりですが 30m ありますが、当然復帰は蹴っていきます。予想をつけます。狙っていく、どうだと低い弾道できました。復帰らしいキックです。まあ、前節もフリーキックで1点を取っています。うん、強烈なキックになりました。現在17点を取っていますが、まあ、もちろんこの J2 リーグトップになります。フリーキックでは2点です。そして PK では3点取っています。まあ、トータル17点です。0対0、まだ点は入りません。26分が過ぎています。服部、まあ、戸川も心配ないというこの服部とのコンビなんですが、まあ、渡辺さんもディフェンダーですが見ていてどうですか。このいや、ラインコントロールであり、はい、立ち上がりこそね、一柳の1対1のミスをこぼれた、広山行きますが、まあ、オフサイドですか、はい、一柳の1対1の対応のところでミスはありましたが、それ以外はね、しっかり雨のこのシッピーなコンディションにもうまく対応できていると思います。そうですか、はい、でこうずっとこう雨が降りついているんですが、まあ、その中の非常にタフなゲームになっています。長いボールが1本、そしてここは北村が行きますが、そのまんまボールは流れてきました。ゴールライン待っています。北村がとにかくこのチーム山形の中では5点ということで最も多い得点になります。先ほどその仙台、前節の仙台戦の話に触れましたけれども、その危ないシーンを作られていたのは最終ラインの対応ではなく、やはり仙台の2列目から飛び出してくる、バイタルエリアから飛び出してくる選手に対してのマークであったりケアのところでミスがいくつか生じているわけですよね。そうなった時に今日同じようなことを繰り返さないためにも、菅であり佐藤祐介のポジショニングといったところ、マークの受け渡し、もしくはこうポジションを埋めるプレーであったりだとか、はい、復帰、復帰、復帰ポイント見えるんですが、貝本、あーっとミスになったか、ここもしっかり行きたいですね、はい、激しいプレスで有利はさせません。いいプレーになりました、菅原、あいい出足ですよ。さあそしてここが繋いでいきます。戸川一旦下げて佐藤、佐藤から菅原、一柳、そして戸川には戻りました。早くボールを前にという今ラボス監督の指示が出ているんですが、一旦下げてしまいます。ここは慎重です。一柳、キーパーまで戻りました。まあ、時間がかかった時にいくらベルディでも、はい、この山形がしっかりスリーラインがコントロールされた、これを崩すのっていうのは良いではないと思うんですよね。そうなった時に少しやはりもう少し平山に対する意識を、くさびの上に対してもそうですし、攻撃の起点に考えてもいいと思うんですよね、はい、ちょっとあまりにも広山が動き出しているにもかかわらず見てませんからね、パサーが。レオナルドから宮澤入っていきますが、服部がいました。そして藤田、その広山、藤田、さあ菅原、佐藤、サイドを変える、ここは貝本がいきます。いいボールが出ました。
さあここはチャンスになります。あっと折り返しボール、激しいプレーです。ですからアベルディもあのセレッソ戦に勝ちました。その後に突然これアジスタホームだったんですが、まあ、ハットリオボランチで大成功しました。水戸戦も1例で勝っているんですが、このゲームは多少苦しいゲームになりました。まあ、最終的には永井が途中入って、まあ、点を取ったということで、あの突然もそうですが、代わって入った選手が非常に活躍したという、まあ、これが2試合続きました。まあ、そして前節の仙台戦、まあ、4-1の勝ちになります。そうですよね、本当今日出てるスタメン11人のうちゴールを上げてるのが広山、フッキー、ディエゴ、この3人だけですよね。ディフェンスラインでの得点ということは、要はセットプレーであったり、はい、そういったところのゴールというのもこれから必要になってくると思いますね。はい、ただこのところあの変わって入った選手が本当に点取るんですよね。はい、それは本当チームにとっていいことだと思います。でしょうね。はい、それこそこのチーム内の競争ですよ。はい、復帰からクロスが入るのあと、ここも壁がありました。しっかり壁を作っています。13番の石川が行っています。さあそしてここはスローインです。復帰、そして菅原、グランダが入ります。広山、ここは山形、あっとボール出されました。広山、さあチャンスだ。藤田、佐藤、平山を狙ったパスだったんですが壁がありました。服部、戸川、菅原、ですから菅原が停止で出られないときに服部がボランチで非常にいい仕事をしたんです。まあ、その辺が非常にこう刺激になりました。菅原、ここはレオナルド、そして藤田が打っていきます。スピードがあります。レオナルド落ち着いてこのボールを出しています。復帰とディエゴ、まあ、当然平山もこのポルトガルが離せますからこの輪の中に入れます。これも非常に心強いところです。さあそして秋葉が持って宮沢出たんですが、ここはオフサイドフラッグが合っています。はい、どうぞ。山形ベンチ、樋口監督からは前線の選手に前でしっかりとボールを収めろという指示だと思います。なるほど。そうですね、少しこう立ち上がりこそ、ね、シュート2本ぐらいチャンスを作りましたけども、このゲームが落ち着いてからこの時間帯ちょっとありませんからね。はい、おっと北村から財前出た、財前出た、しかし止めます。あらかくの財前の非常にいい動きです。ディエゴ、佐藤、いい守備だ。宮沢から右の財前空いています。空いてますけどね。財前行った、財前にボールが出る、財前が行く、財前ノース狙ってシュートだ。と北村狙ったんじゃないですか今のはね。シュートではなくカーブを描いて当然ゴールから遠ざかってくる、そこへじゃあ北村が飛び込むという感じだったわけですね。はい、あっとここもハードなプレーになりますが、あっとカードが出ましたが須田ですね。ちょっと足を出してね、足でスパイクの裏を見せましたからね。藤田へのプレーですが、この藤田、そして須田、これですね、危険なプレーになりました。危険ですね。はい、累積2枚目になります。須田にイエローカードが1枚です。右サイドバックですから、まあ、これ以上あまり荒れたプレーはできなくなります。服部、佐藤、一旦下げて、そして市柳、カイムの右に張っていますがディエゴが取る。市柳、そしてカイムのディエゴ、ボールを回していきます。これがアベルディのプレーになりますが、佐藤、左の藤田が待っています。その藤田が、おーっと裏取る、いいパスになるが、と間に合わないか。狙いはいいですね。いや、面白かったですけど ね、もらえてる藤田はちょっと感じませんでしたね。佐藤です、まあ、そういった相手は十分に持っていますから佐藤。復帰、菅原、壁がありました。さあここから宮沢、さあ攻めに入ります。
石川、宮澤、前出てきます石川、中にも筋が来たか、もう一枚欲しいですね、もう一枚、林も行く、林が行く、さあ宮澤持った、さあインクロスがあれば面白い、林が待っている、トラップをして、と今のプレーどうですか。いや本当ね、1枚もう1枚ゴール前にと思ったんですが、そこにしっかり2列目から飛び出してきたんですよ、はい、その枚数と奪った後のカウンター、山形らしい、そのカウンターが出ましたね。今ずっと石川左サイドバックに行ったんですよね、その前には須田が行ったシーンもあったんですが、今石川がそのサイドバックからずっと上がってきました。だからああいう場面もあるんですよね。そこで山形が決めるかどうかなんでしょうが、いや決してその主導権を握る今日のゲームもそうですけれども、ゴールポジションはベルディペースだと思うんですよ。おっとその数少ないチャンスを決めるゴール前の決定力になりますよね、まあ、決定力ではもちろんベルディの方が上回っています。秋葉のファウルはゲームを倒されました。さあ、ご覧のような本当に強い雨になっています。一段と強くなっています。さあ、ここはハットイです。これもベルディのチャンスになります。ここはキーパーいいキャッチだった。さあ、そして長いボール、秋葉を走らせようというボールだったんですが、こうなるとちょっともったいないかなというボールになりました。そうですね、はい、全員も今ゴールラインに入ってましたから、最終ラインに前線の秋葉自身も今もらう動きがありませんでしたね、はい、菅原、佐藤、そして藤田、服部、0対0、まだ点も入りませんが35分が過ぎています。もう残り10分です。石田から秋葉が行きますが、ここはディエゴ、広山、面白いディエゴ行った、あっとレオナルド強いですね、そして財前、さあここは石田が上がっていきます。財前どうする、縦に1本山下、もっと後ろから服部、ボールが来ています。ファウルありません。いやだから確かにレオナルドという選手もやっぱり強いんですよね。強いですね、フィジカルでは復帰に負けてますね、いやしかしこれ渡辺さん本当に強い雨になってますね。いやしかしこれだけ雨降りながらもまだボール動いてるじゃないですか、確かに本当に雨のサッカーではなくしっかりつないできてますもんね。ないんですよね、だからですね、コンディションいいですね、はい、道サイドから見ていてもボールが跳ねても少しも水しぶきが上がらないんですよ ね、 そうなんですよね、ただ、まあ、ちょうどベルディが攻める方向に向きますと、はい、選手たちちょっと目を開きづらいような、そういった表情はしますね、多少滞空時間長い高いボールになるとキーパーとしてはちょっと、まあ、ビリビリという感じになるとは分かりません。服部、菅原、藤田、そしてここはボラ出ました、まあ、だから渡辺さんも当然こういう場面での、まあ、大雨の中のサッカーは経験あると思うんですが、一番気をつけるのはどんなことなんですか。いやこのコンディションは非常に素晴らしいと思うんですけども、さっきもあったように上空に上がったボール雨が入るのが一つあるんですが、はい、雨と照明が重なった時すごい見づらいんですよね、眩しくなって、それがミスにつながる可能性もあるわけですね。ありますね、十分に、はい、どうすればやっぱりシュートはどんどん打った方がいいわけですね。そう考えればなので、まあ、その今この時間こそ、ね、シュートの意識で言いますか、はい、シュートシーンが少なくなりましたけれども、両チームのゲーム前の指示であったりとか選手一人一人は自覚していると思いますね、はい、そのシュートレンジといったところは。カイモンからディエゴ、そして佐藤、ここはレオナルド、須田、藤田がプレッシャーをかけますが須田からボールが出ました。さあここから本橋、石川、宮沢、今度はボールを回していきます。この辺の攻めはベルディと似た感じがあります。北村、ここはファウルになりました。だから今のような攻めって大体似てますよね。似てますね、しかし両チームともこれから先点を取る意味で課題としなきゃいけないのは、その相手が引いた時にいかに崩すかだと思うんですよ、はい、もちろん個人の突破というのは有効だとは思うんですけれども、このコンディションどうしてもコントロールにミスが出たりだとか自分のイメージと違ったプレーになってしまう、はい、それが分かるんですよね、ここはカットします。そして山形、さあ9番の財前、ワンタッチで中にボールを入れました。
千葉からボールが出ます。そしてここは林が行きますが、服部のこの対応です。この辺は非常に落ち着いています。あの対応ってやっぱり魂くらいの対応ですよね。いや本当インターセプトを狙うだけではなく、ファーストタッチ今を狙うプレーでしたよね。そういうポジショニング、まっすぐ見たらポジショニングだと思います。はい、秋葉がおっとちょっと持たしが今感じなかった。しっかりきます。さあそして山形、ファウルになりました。さあここは角度的にもいいとこになりますが、石川がちょっと腰当てで抑えています。今ファウルで止められましたけれども、はい、先ほどからこの山形の左サイドバックの石川なんですが、前線に当てて飛び出していく、よくあるのは裏回ってサイドのスペースに飛び出していくありますけれども、はい、彼中に入ってくるんですよね。その中に入っていった時のマークに対して佐藤雄介、菅原といったところがちょっとルーズになって、まだそこボールが出て使われていないので大事には至ってませんけれども、その辺のマークの確認っていうのもこれから先後半に向けても必要になってくると思います。アクアベルディでプレーをしています石川です。速いボールは面白いがキーパーとレオナルドの前でしたね。ああいうことがやっぱりあるんですね、この雨はね。今のね、高木のプレーなんか見ても中途半端は一番いけませんよ、ゴールキーパーは。もう無理だ。さあ、そしてまた攻めに入っていきますが、ここで北村が行きました。中には林が入っています。本橋も入りました。そこにボールが来るか、来ない。まあ、高木のキャリア的には十分に持っています。ただずっとやっぱりあの吉原がキーパーとしてまあゴールを守っていました。まあ、突然で怪我をした、その後からこの高木はまたゴールを守っています。菅原、さあここがコーナーキックです。だから雨の影響を考えてもやっぱりセットプレーってのは本当に大事ですね。いやですね。高木ボールが飛び込んだ、おっとその前に笛でしたね。押しましたか。シュートを打つ前に笛が鳴っています。ご覧のように雨で視界がちょっとこう白くなっています。まあ、真下が飛び込んだんですが打てませんでした。ファウルになりました。さあ佐藤です。時間はこの前半はだんだんなくなっていきます。0対0、まだ点も入っていません。前半でそっと復帰とレオナルド、復帰のファウルになります。交換というのを読んで人数かけてきてますから、はい、確かに今の現状なおかつそこの狭いところを2人でパス交換しようと必死なんですよね。何度も言うようですから、もう少しターゲットとして平山見てもいいと思いますけどね。さあそしてここもまた攻めていきますが、フッキが行きました。佐藤、うん、そしてフッキちゃんが行った。ディアゴ中に入っていく。フッキちゃん持った、ノーッと狙ったか。ここがうまくいって、そして菅原ここも早い、しっかりボールをマイボールしてしまいます。ハットリックがここは当てずに一旦キーパーに戻しました。高木です。ただここ一応やっぱり体を張るんですよね、この山形の守備っていうのは、はい、だからやっぱりシュート非シュートが191本、これ分かりますよね。分かりますね、打たせていないんです。秋葉、宮沢、元はですか、中にボール入らない。ここはコーナーキックになります。先ほどからベンチからこう樋口監督が出た時にディフェンスラインであり、ラインここまでという明確に指示出してるんですよ、はい、なのでほとんど前線に対しての指示はないんじゃないでしょうかね、今そしてベンチの方は樋口キーパーコーチが高井に指示を出しました。さあここは財前がボールを蹴ります。持ってくるレオナルドが置いた、あっと逆サイドから今度はコーナー、今逆サイド流れましたけど、はい、一番裏でレオナルドフリーでしたよね、完全にマークがいませんでした、ね、はい、危険ですね、危険ですね。さあそしてこのレオナルド3番をつけます。185センチあります。
バシダが動いた。そのバシダガッと林の頭こぼれています。シュートはっと林に来ました。林と鷲田が飛んで最後はこの林のシュートという場面を作ったんですが、またもう一回コーナーになります。このボールがちょっと出ませんでしたね。わお、そして林が打ってきました。さあまだチャンスが続きます。山形前半も時間はなくなっています。飛び込んでここを打ってスリッと深くなりました。そしてレオナルドが行きます。レオナルド、宮沢、中に入る。宮沢行ったとグランダーは壁があります。ここで復帰が待っています。レオナルド復帰、さあここが面白いが復帰、復帰からディエゴ復帰。前半のアディショナルタイム1分です、はい、今45分が過ぎました。そしてアディショナルタイムが1分です。時間はなくなってまいりました。0対0ラモス監督、ここは宮沢がスローインボールを入れます。山形です。確かに広山の良さがちょっとやっぱり半減してしまっているという前半の流れです。戸川、ここはセーフティーファーストボールを出しました。宮沢入れていきます。そして広山、復帰、復帰、来た、復帰った、復帰だ。おっと須田が行っています。いや須田も今行きましたね。スリッピー雨が今の状況を生んだわけですけどね。最後最後まで集中っていうのが両チーム求められますよ。守備の集中は全く欠いていません。これ山形です。さあそして時間のないところでこのコーナーキックになります。アディショナルタイム1分はもう過ぎました。高いボールで飛び込んで、おっと前に落とした清水。そして今前半のホイッスルです。笛が鳴りました。結局0対0という、まあ、共に点を奪えずにこの前半終了ということになりました。いやー渡辺さん、はい、最後もこれちょっと揉めてますか。こういうシーンがあるんですが、最後ね、フッキーのシュートに行った時、ブロックに入ったシーンで、ちょっとね、腰から落ちて嫌な倒れ方しましたから、まあ、しかし0対0、まあ、共にこう集中したプレーが続いたんですかね、まあ、この雨でいい、どのピッチといい、はい、まあ、非常にいい状態ですけども、はい、まあ、我慢の前半45分になりましたね。あとはベルディもしびれを切らさずバランスを崩さないこと、これがやはり後半に向けての課題だと思います、はい、山形はこのままでいいと思いますよ。そうですか、はいはい、というこの28節の東京ベルディ四球六球、そしてモンテリオ山形、非常にこう集中した雨の中ですが、まあ、集中の切れないそういったゲーム展開になりました。しかしこの前半を終了しています。結局このベルディ山形は前半終了は0対0、点がありません。この放送は西ヶ丘サッカー場からお送りしています。衛星 CM 広告インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意しナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき売上アップ。衛星 CM 広告、詳しくはウェブへ。ポケットモンスターでサトシ役をやっている松本梨香です。さあいよいよ7月14日から劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパールリアルガ対パルキア対ダークライが全国東方系にて劇場公開されます。劇場版ポケットモンスターはなんと今年で10周年ということで、これを記念しましてパワープラッツ、ファミリー劇場、キッズステーションの3つのチャンネルでポケモン夏祭り2007としてこれまで公開されたポケモン映画9作品を全部放送しちゃいます。そしてポケモン映画9作品の見どころを教えちゃう特別番組ポケモン TV では湯山邦彦監督をお招きしまして、ポケモン映画の魅力をお話ししてもらいます。新作映画リアルガ対パルキア対ダークライ、それからポケモン夏祭り2007、そしてポケモン TV、 絶対見てね。お問い合わせはご覧のカスタマーセンターまで。
せたい未来がある。 J リーグウィルビー。ヴェルディ対モンテディオ山形、前半を終了して0対0。この後はクラブ応援コーナーです。龍崎、渡り、レム、邪魔者は全て消えた。僕は新世界の神だ。バープ龍崎、渡り、レム、邪魔者は全て消えた。僕は新世界の神だ。リポーターの高木清香です。ヴェルディガールズの加藤静香です。加藤さん、すごい雨ですが、はい、元気にお伝えしてまいりましょう。ここからはヴェルディ応援コーナーをお届けします。さて今回は先月行われヴェルディジュニアが出場したダノンネーションズカップの模様をお届けします。フランス・リヨンで行われた国際サッカー大会ダノンネーションズカップ、世界40カ国の10歳から12歳の少年少女たちが世界一を目指し熱戦を展開。元フランス代表のジダン氏がアンバサダーを務め、世界中から大きな注目を集めました。国内予選を勝ち上がり、日本代表として出場した我らがヴェルディジュニア、予選リーグをトップで勝ち上がり、この決勝トーナメント1回戦ではカメルーンに1対0で勝利も、残念ながら続くスペイン戦に敗れ7位入賞の成績で終わりました。しかし表彰式では最も美しいゲームをしたチームとしてベストチーム賞を受賞。この大会を終えキャプテンの高木選手は、大会を終えてやっぱりみんなも、まあ、前もすごく仲が良かったんですけど、より仲が深まったようにも多分監督とかも含めて多分感じて、日本に帰っても、練習をしっかり行っていて世界のレベルに、追いつくように頑張りたいです。具体的にその差って何かあって、はい、この高木キャプテンなんですが、あのプロ野球解説者の高木豊さんの息子さんなんですよね。高木三兄弟といえばヴェルディの下部組織で有名ですから、皆さんぜひ注目してください。そしてこの世界第7位に輝いたヴェルディジュニアがこの夏休み全国大会に出場するんですよね。はい、そうなんです。東京都代表として来月行われる第31回全日本少年サッカー大会に出場。準決勝と決勝はここ西ヶ丘サッカー場で行われるんです。この西ヶ丘でぜひ優勝してほしいと思います。では今回は彼らの先輩であるヴェルディジュニア出身一柳選手から次回のホームゲームのご案内です。まあ、本当世界で経験したことを生かして全日本少年サッカー大会でも本当にヴェルディらしさを出していいサッカーをして優勝してほしいですね。背番号30番ディフェンダーの一柳です。次回のホームゲームは7月25日水曜日夜7時から西ヶ丘サッカー場で行われるセレッソ大阪戦です。西ヶ丘を緑に染めてください。よろしくお願いします。一柳選手ありがとうございました。以上クラブ応援コーナーでした。時代の先を見つめるとずっと美味しく安全な歴史、いつもあの日の美味しさに進化する平牧三元豚は平田牧場。でんでんでんろく豆うまい豆、でんでんでんろく豆うまい豆、豆はでんろく。この後はお知らせを挟んで前半ハイライトです。見せたい未来がある。 J リーグウィルビー。衛星 CM 広告インターネットで全国 CM を買いませんか。
驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意し、ナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき、売り上げアップ。衛星 CM55、 詳しくはウェブへ。 J リーグ宮崎ナビスコカップ、スカパーでは準々決勝から決勝までの全試合を生中継。 E2by スカパーでは録画を含め全試合放送。大会の組み合わせと日程はご覧の通り。準々決勝、準決勝はホームアンダーウェイ方式で戦い、決勝は国立競技場での一発勝負。放送チャンネルと視聴方法はご覧の通り。詳しい放送予定、視聴方法についてはこちらまで。今年もカップウィナーまでの激闘をお楽しみに。サポーターが選ぶ J1 前半戦プレイバック。 J1 前半戦の中からもう一度見たい試合をサポーターが投票。クラブごとに最多リクエスト試合を決定し、アンコール放送。放送開始は7月17日から J1 全18クラブ分の試合をお送りします。視聴方法はこちら。詳しい放送スケジュールは EPG またはスカパーホームページで。チャンネル猫ファミリー劇場 TBS チャンネル3チャンネルが送る夏のスペシャル企画、ウルトラマンカーニバル2007。今年はウルトラセブン誕生40周年、それを記念してウルトラマンシリーズを3チャンネル合計33タイトル放送します。この夏はウルトラマンカーニバルでシュワッチ。そしてなんとスカパーではセブンにちなんだ特別企画を無料放送。スカパーでお楽しみに。雨が寒暖なく降り続いています。この西ヶ丘サッカー場、東京ヴェルディ1969、そしてモンテリオ山形、この28節のゲームなんですが、前半は結局0対0、点がありませんでした。このゲーム解説は渡辺一平さん、リポーター高木清香、実況上野明でお伝えしています。風は今ほとんどありません。もう粒の大きい雨が降り続けているというところであります。さあ、それではこのゲームなんですが、0対0、点はなかったんですが、ハイライト前半振り返っていこうと思います。まず立ち上がりです。広山、狭いスペースでしたけども、今日ゲームに対してゴールに向かう意識というのがこのプレーに現れていましたよね。ただ広山ここだけでしたもんね。そして1分、こういった山形です。これ北村が行きました。これもいい場面でしたね。そして今度はフリークから3分です。ディエゴ、ここはよく鷲田が足を出しました。ね、山形の選手はそれぞれやっぱり仕事してますよね。こう見るとそしてこれスリークですね。本当にこういったピッチコンディションの中で、やはりセットプレーで一番気をつけなきゃいけないと思うんですよ、普段のゲーム以上に。さあ、そしてここは今度は大和攻めなんです。これが財前が行きました。そうか、これは飛び込んできた北村狙いだったんですね。そしてコーナーキックからというところで、笛が鳴って前半も終了だったんですが、押し合いへし合いというのもちょっとあったんですが、ここは復帰と膝がちょっと熱くなったシーンです。ただこの台風の4号というこの影響で雨が降っているわけですが、サポーターの皆さんのこの表情を見ても、渡辺さん、本当になんかありがたいですね。雨の中で、ねね、ただ今日から始まった3連休なんですが、この連休という意味では、いろいろこう計画を立てていらっしゃった方もたくさんいたはずなんですが、台風の影響で、その計画も断念せざるを得ないという、そういった方はいらっしゃると思います。ただその中でやっぱり今日はこのサッカーを見に行くんだというね、ほんとこう楽しみにしていた方が今日はいらっしゃるわけですよね。いや、本当そのサポーターもそうですし、あとこの西側のピッチがね、またいいサッカーを、演出してくれてますよね。そういった中でヴェルディのホームゲーム、やはり点が欲しかったんですが、結果は0対0でした。そうなると注目選手の復帰、北村というこの2人も挙げてもらったんですが、渡辺さん、この2人の前半の印象ですが。そうですね、山形の場合はこれやはり守備の意識を持つ、これやはりチームとしてのゲームプランだと思うんですよ。でそこでゼロで抑えた、これは一つ結果出ましたね。あとはやはりじれて前に出てくるのはヴェルディだと思うので、そこを耐えながら、やはり数少ないチャンスを北村、林といったところが起点となり、早い攻撃、セットプレーも含めていかにゴールに結びつけるか、そこだと思うんですよね。一方のヴェルディはやはり点を取りに行く気持ちは前面に出てたんですが、どうしてもそのディエゴ復帰に偏りすぎて周りのサポート、今日はちょっとね、佐藤祐介あたりがラストパス出すシーンは多いんですが、
やはりコンビ前線で張る平山をもう少し起点に使ってほしいなと思いますね。意識がどうしても山形のディフェンスもディエゴ復帰入った時の人の集まり方であり、で意識はしてるなっていうのを感じますから、そこでやはりもう一人第3の動きであり2列目から飛び出していく、あたりゴール前のプレーを演出する意味でも両サイドがもう少し絡んでいきたいですね。ベルディはいい時は貝本そして吹田が非常にこ うまく絡んで、まあ、それが突戦だったんですが、クロスを上げて点を取るようなシーンがありました。あまりにも両サイドを使うシーンってはないですよね。あと、まあ、ペナルティーボックス内でのシュートっていうのもベルディ少なかったですよね。まあ、雨の影響も多分にはもちろん受けているんでしょうが、まあ、本来の中ベルディのいい時を見てると今日はやはりこうどうしてもこう中そしてディエゴ復帰というなんかこうそんなイメージが、まあ、焼き付いてしまっているんですが、まあ、攻撃に関しては課題残りましたが、守備に関しては戸川中心に非常に3バックが機能したと思います。そうですね。さあ後半は東京ヴェルディのキックオフで始まります。45分です。エンド変わって左エンドが東京ヴェルディ、右エンドが山形です。はい、両チーム交代はありません、はい、前半と同じメンバーでこの後半もスタートを切りました。ヴェルディはキーパー高井です。一柳、戸川、服部の3バック、佐藤、菅原のボランチ、右の海部の左が藤田、そしてトップ下ディエゴ、そして藤木と平山の2トップです。ここに一柳です。試合からクロスが広山になっていきます。そして頭の落としてここは佐藤入ろうというところですが、大きなクリアは鷲田、一方の山形はキーパー清水です。そして須田、レオナルド、鷲田、石川の4バック、中盤は右から財前、秋葉、本橋、そして宮澤です。まあ、そして林と北村の2トップです。ここは笛が鳴っていますが、宮澤がボールを持ったところで笛になりました。ファールになりました。ディフェンスは非常に固まってきていますが、さあこの後半ですが、まあ、展望といいましょうか、これどういうふうになってきますか。まあ、上野山形とすれば前半のゲームプラン通りでいいと思うんですよね。で何度も言うようですが、今日勝ちというのを意識しているのはかなりベルディだと思うんですよ。そうなれば 0-0 で進めば焦りであり前がかりになるというのは分かっているわけですよね。そうなった時のやはりカウンターというのはやはり山形一発は狙っていると思います。ここは復帰がいきます。石川の守備、そして本橋、左を持っていきますが宮澤、いや失礼、北村から、そしてここは財前が行きました。財前、上げる、飛び込んで宮澤と、キーパーまだ来れているが佐藤、宮澤が飛び込んでいきました。今度は攻めていこうというディエゴ行くか、ここは人がいない、そしてレオナルドからキーパーです。ただ今のやっぱり財前が絡んで、そして宮澤ですよね。これまだいいプレーですね。後半の頭、はい、財前が前半右にいたんですけど、左に出たんですよ ね、はい、宮澤が右に行っていますが、まあ、その辺のチェンジというのもあるんですが、いい攻めを見せました。そして宮澤また絡んでいきますが、一柳です。ただバッターのところ、とにかくこの守備は非常に固くなっています。東京ヴェルディ、なんですが、まあ、明日が誕生日ということで、まあ、そういった意味ではやっぱり気持ちよく迎えたいと思うし、それからやっぱりディフェンスが今非常にいいわけですから、まあ、今日も絶対に勝って終わりたいということになりますが、広山、そしてフッキーリオが行きますが、広山タイムとは絡むか、中に入った、と菅原には渡る。さあ、そしてここは簡単気味になりますが、財前早く1枚いきたいですね。スピードダウンさせたいですね。財前から北村、中にはもう林も入った。北村かわす、一柳、ボールは出ていく、ゴールキックです。一柳いい対応しました、はい、しかしその前に財前がドリブルで持ち上がった、そのタイミングでやはりまず1枚枚数揃っているわけですから、菅原なり、スピードダウンさせるようなボールに対するアプローチが必要だったかもしれませんね、はい。上野さん、はい、先ほどお話になりました、明日誕
30秒を迎える橋渡コーチですが、やはりベンチサイドで見ていてもディフェンスラインに激しく指示を飛ばし続けていますね。その指導を受けている戸川選手、やはり明日誕生日だったらいい形で誕生日を迎えさせてあげたいと、今日は無失点、これがプレゼントになりますねという話をしていました。なるほど、ディエゴ・ドブサトが待っている。ここがレオナルド、戸川自体もこれ J2 でこれ50試合目になるわけですね、はい、今日のゲームは締めのゲームなので、ディフェンスラインのリーダーとして3バックのセンター非常にバランスであり1対1の強さ、今日安定感を見せていますね。映っていますが橋渡哲司コーチです。だからやっぱりマイスクール失点を強化したように、あの時は何をやってもうまくいかないという、状況だったと思うんですが、第2組に入ってしっかりそこは立て直してまいりました。さあそして菅原、服部、広山、ディエゴ、服部、ボールの動きそのままはどうですか、これ雨はまだ影響は受けてないですか。いや、そのスピードがダウンしたような感じもないですし、しっかり転がってますしね、はい。そして狙っていくシュートになりました、という吹田が狙っていきました。吹田も本来はこの左サイド、もちろん右サイドもできますが、比較的えぐっていく、そしてクロスでもあるんですが、今いいシュートを打ちました。しかしちょっとそのハーフタイムの後にも触れたように、サイドが起点と慣れていないと、で海王道であり藤田というこの中盤のアウサイドの選手が張った状態でボールを回すシーン非常に多いじゃないですか。でなおかつ前線の広山がこう機能できていない、そこにボールが入らないというのであれば、それにどんどんポジション変わっていいと思うんですよ。中に入ってそのスペース、サイドのスペースに広山が流れたりだったりとか、全くそのポジションチェンジがない分、ポジションチェンジがあるといえば引く復帰、引いてもらう復帰ぐらいじゃないですか、はい、あと2列目から飛び出す佐藤雄介ぐらいですね。しかしその動きに対して上下運動だけのポジションチェンジといったところ、山形は全く崩れてませんし、なおかつ対応できているので、もう少し横の揺さぶりであり人の動きで横の揺さぶり欲しいですよね。ですから広山あたりはまだ完全に機能していないという今日のゲームになります。はい、ハーフタイムの両監督の指示が入ってきました、はい、お伝えします。まず東京ヴェルディ1969ラモス監督、もっと両サイドを使って攻撃しよう、はい、もう一つボランチの2人はサイドチェンジをもう少し狙っていこうという指示が出ています、はい、そして最後に集中を切らすなという声をかけ選手を送り出しました。さあそしてここはフィーテが持ちますが、両サイドが機能していないというのは前半は、これも和田さんよく見えるところでね、はい、どうしてもなかなかディエゴ復帰というこの2人が中心でしたから、で少し手数をかけてしまうと完全にそのサイドのスペースのマークであったりだとか、はい、山形で言えば、その財前であり宮沢といったところが貝本あたりもしっかりマークについていますから、貝本、藤谷、はい、なのでそこが先ほど言われたように中にポジションを取ってみるであったりとか、佐藤雄介、菅原がサイドに出てみるとか、今いる貝本、藤田がサイドに起点になる必要はないと思うんですよ、そこだけに。だからいい時は今日はもちろん右サイドバックが一柳なんですが、この貝本のバランスといいましょうか、これが非常にこううまくいく出し入れはあるんですが、今日はあまりそういったオーバーラップ等もありません。ないですね、はい、ましてクロスという数もないですよね。ないですよね、ここは、藤田がという表情を見せていますが、さあ山形がここはチャンスになりそうです。こういったセットプレーは山形しっかり時間をかけてくるでしょう。はい、この財前のキックというのプレスキックというのは非常に精度がありますから、山形がただでさえ流れの中での決定力、得点力不足なわけですから、こういったセットプレーでの得点これからどんどん上げていきたいですよね、はい、さあそして今石川が行きました。左足当然ゴールに近づいてきます、左足が大きな武器になりますけど、石川こういったスリッピーなコンディションですから、ゴールに向かってくるボール触らなくても枠に飛んでくる、そういった嫌なボール狙ってるんじゃないでしょうかね、からまだこのベルディでプレーしていきました。さあそして北村が動いた。さあ宮沢もいる、どこへ持っていくのか。増田が中にいます。増田か、その前の林の頭だったんですがスローになります。石川も昨年途中このベルディに入って、そして21試合出ています。
まあ、ですから、まあ、ある意味ではこう今シーズンはフルスを相手にというプロゲームになります。そしてこの宮澤ベランダでいったノットフラッグが上がって戻りオフサイドだったでしょうか。財前が行ったんですがフラッグが上がっています。しかしこの財前の動きといい前半、左で宮澤ってここ変わったりであったりとか、中でボール受けるし、明らかにも最後の選手の動き方っていうのは変わってきましたよね、はい、ここに対してのやはりチアップベルディの対応の仕方といったところもう一度ゲームの中で確認が必要だと思います、はい、それと高いリポーター配信あったその佐藤とこの今触った菅原、この2人の関係ですよね、はい、上野さん、はい、そして一方モンテディオ山形樋口監督のハーフタイムの指示です、はい、ゲームはコントロールできているという話があったようです。指示はサイドにポイントを作って攻撃しようということ、そして同じくラマス監督と同じく最後まで集中を切らすなという指示が出ました、はい、以上です。まあ、雨ですが当然集中は必要になってきますが、まあ、これまたやっぱり樋口監督もサイドというところが一つポイントあるわけですね。で全てにおいてサッカー、ボールを持っているからゲームはコントロールできているのではなく、今日の山形のように相手にボールは持たれているけれども自分たちの形にはめた守備ができているといったところがそのコメントになっていると思うんですよね。はい、守りのいいその山形は、まあ、全体で守ってきます。こぼれてここがフラッグになっています。だからまあこれまでの経過を見ても、まあ、このところ失点もまあ多少は増えてはいるんですが、やっぱりこの山形のいわゆる牙城というこれを崩そうとなるとやっぱり厳しいものがありますからね。いや本当最終ラインと中盤のラインこの中ラインが非常に壁となってね、非常に選手間の間の距離っていうのもいいですし、あと受け渡しといったところもこれレオナルドいますがしっかりとしたコミュニケーション取れていますね、だからそれを破るためには本当再三言いますがやっぱり両サイドなりあるいはやっぱり平山もっと使うなり2人だけでやっぱり難しいということですよね、その平山からおっとちょっと後ろに行ってしまいましたが服部北村がプレスをかけます。前線フィードは服部、さあそしてここは菅原、ここも山形ボールを取りました。おっとその前に笛が鳴ってファウルになりました。山形のボールになります。フリックになります。ちょっと腰を打ってしまったかというところなんですが、ここでのプレー、そしてこの19番の秋葉、菅原との接触になります。非常にボールキーパーには展開力を持っていますこの秋葉。秋葉あたりは山形ユースの出身ですから山形に戻ると非常に人気があります。地元のプレイヤーです。ディエゴから、さあ広山、広山そのまんまボールは出ていますが、今の中でもらしくないような感じしますけどね、うん、外に持つことによって広山自身が孤立してしまいましたからね、0対0が続きます。そして57分が過ぎています。まあ、12分がこの後半に入ってまいりました。まだ点は入っていません。山形この後半の立ち上がりだけなのかもしれませんが、非常に高い位置から前線からのプレスかけてますから、はい、ベルディパスの出しどころに余裕がなく、やはりどうしてもパスがずれるとボールを失うシーンって、ちょっと淡白にボールを失うシーンが後半増えてますよね、はい、財前、中には林が待っています。外には今宮澤、その宮澤を狙っていく、うん、ライトフラッグ、前節もその雨の中のゲームだった樋口監督なんですが、やはりこの前へというのを一つでテーマに置いていました。やはりこのラインを高い位置に置いて、まあ、そしてこのコンパクトにしてスペースを使って攻めていくということだったんですが、まあ、当然今日もそれが出ているかなという感じがあります。樋口監督もずっとやはり前に出ています。宮澤、ここは一柳、そして北村、北村もスピードがあります。樋口監督です。今シーズンが2年目になります、まあ、昨年からこの山形を監督として、まあ、就任をしました。横浜 F マリノスで、まあ、コーチもしていました。
上野さん、はい、その井口監督、まあ、前半は守備陣への指示が多かったんですが、後半に入って前線の選手たちの動き方に関する指示が増えてきました。なるほど、復帰、今両手を広げたのはラモス監督です。菅原前出せという今大きな指示、そして貝本、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 復帰、ここもニオを使ってフィッキー狙ってシュートだー。今プレッシャー甘かったですね、今だからその前やっぱり貝本がいい動きをしましたよね。そうですね、個人の突破でその局面を仕掛けることによって、山形はやはり1対1の局面は嫌ですから、サポートに行くと、そうなるとやはりセンターのポジションでマークのズレというのが生じますよね。はい、であの辺復帰もらったらやっぱ得意ですよね、はい、相手をかわして打つというのが。また復帰ということ、狭いところでのパス交換でしたが、はい、今やはり最後フィニッシュ打たれるあたり、今までなかったそのスペースを与えるシーンがあったので、ここはちょっと修正しなきゃいけないポイントだと思います、はい、だからその前に復帰は持ったところで、まあ、三つから行こうとしたところで、まあ、ラモスカットが両手を広げて違うだろうという表情だったんですが、まあ、その後はいいプレーになりました。おっとここは本橋が行きます。中に速いボールが入る、服部をついています。おっと滑っています。藤田、もう一回本橋、須田がすでに上がっていますが、クロスが一本入りました。北村、こぼれて宮沢行きますが、服部、宮沢、宮沢取った、宮沢、宮沢前を向く。さあそしてここからどうする、どこへ出す、出しどこないか、服部が詰めていきました。あーっと、そしてディエゴ、ディエゴ、フッキー、フッキー右が広場空いている。さあフッキー持った、いやーっと持った、そして、当たりますよ、佐藤のシュート。最後はこのボランチ佐藤が打っていきました。あの辺確かに復帰のプレーは見応えはあるんですよね。このピッチコンディションであってもスペースがあり、なおかつスピードに乗った時の復帰のドリブルっていうのは、やはりファールなり選手もなかなかね、ディフェンスも飛び込めないわけですよね。非常にいいプレーなんです。山形も唯一こうサイドに起点を作り、なおかつ人数をかけていたので奪われた方が悪かったですよね。おっと裏は取るか。だからフッキーはああいうプレーをするんですが、あのプレーが生きるためにはやっぱりもっと他を使うというのも見せておかなければいけないということなんでしょうが、そして今カイブトが手を挙げています。右サイド、服部、フッキーを狙う石川、柱、秋葉、レオナルド。さあそして攻めに入ろうという須田、財前、服部、林が追っていきますが、キーパー高井です。こぼれてまた須田がいます。タッチに割っています。スローイン、0対0、もう61分が回っています。まだ両チーム点は入っていません。今日はもちろんですが、このベルディのホームゲームになります。石川、そして秋葉から一旦下げました。マシだからもう一回このボランチ秋葉、林、いいですよ。さあ右速いタイミングで掘り込んできますからね。下からクロスが入る、長いボールは1本、どうだ、なんとキーパーオーと中途半端だ。さあまだ財前、財前、財前からクロス、そして宮沢、ここを向いてきました。高いです。まだ秋葉シュート、戸が防いでいます。いやしかし今のやっぱり高いちょっと危なかったですね。まあ、パンチングを選択したんですけどね、この雨の状況だったので、ちょっと滑ってしまいましたね。でもあれはあるんですよね。ありますね。ある意味でやっぱ想定内なんですけどね、しっかり集中していきたいところです。まだあります。ここからとキーパーの高井が取りました。まあ、両チームの監督がハーフタイムの指示で挙げたそのサイドのスペース、はい、特に攻撃に関してですよね。でベルディもやはりサイドのスペースを意識するというのは前半に比べれば出てきたんですけども、はい、より一層その山形がサイドに起点を作ることによって速いクロスでゴール前に勝負していきますよね。貝本、佐藤が行く、佐藤には届かない、増田が出しています。で今も佐藤がこう2列目から飛び出していったんですけど、このプレーが非常に多いですね、後半は。貝本が行きました。そして復帰、
菅原前に出ますが、もう一回海本、海本復帰、もっと元足が入りました。もう一回スローインです。一柳、海本ファールはない。さあそして今度は山形が行きます。林からクロスが入って、と面白い、宮澤行った、宮澤が入れる。柔らかいボールはここは吹いた。そして林のシュート打てるか打てないか、まだあります林。そして石川来てますよ、拾えば行った石川持って上げる、ここがクリアです。もう一回組んだレオナルド、あるいはフッキー、どっちだ、フッキーは持つか、レオナルド、フッキー行った、逆サイド、冬山入っていく、フッキー行くな、とファールがありました。まあ相手のディフェンスからやっぱこうなるんですよね。いや普通ドリブルしてる選手の方がスピードは遅いもんなんですけども、スマッシュで追いかけてるレオナルドが離されてますからね。チェクレオナルドがファールを犯してしまいました。上野さん、フルディベンチ一度に2人の選手を投入するようです。ともにミッドフィルダー、まず11番大野選手、そして8番永井選手を準備しました。なるほど、永井と大野がスタンバイです。その前に僕はフリックになりました。ゴール場に上がる、だとまだあるか、打てません。さあそしてこの最高峰菅原中に入れてオール、失礼、佐藤がしていく、落とした、佐藤がいるが打たないか、なーっと打たない、レオナルドクリア。さあまだあります、服部、そしてディエゴ服部、裏を取る、いいボールが出る、しかしレオナルドが行っています。中にまだ入っている、折り返しボールはダメでした。広山です。はい、エベレスベンチ交代するのは広山選手、そして佐藤雄介選手です。佐藤が下がって大野が入るわけですね。そして広山を下げて長いというとなりました。一気に2枚を変えてまいります。さあこの交代がまたどう出るか。ただこのところのラモス監督の采配を見ていると、代わって入った選手が点を取るケースが非常に多いんです。あの水戸戦の被災で苦しいゲームの中で入っていた永井が点を取りました。まあ、今日もそういったことが起こるかどうか。佐藤が下がった、そして小野が入りました。いやディエゴ復帰のツートップですもんね、これね。なんか強力ですね。強力ですね。はい、で今まで中盤どちらかが引いてパスをして2人で組み立てるのが、この2人に対して誰かパス出す人が必要になってくるわけですよね。ここで大野長井が生きてくると思うんですよ。そうすると山形の深いところで敵陣深くで、まあ、ボールが2人の外国籍選手に入るわけですよね。ですから、まあ、トップ下という形で長井が入るわけですよね。もしくは、まあ、復帰はトップに対して通シャドウですね、長井と。だから長井もあのシュートが打った後のこぼれ球って得意ですからね、はい、非常に嫌なタイプになります。その後ろに今大野が控えています。今一気に帰ってきました。ですがこの展開を打開しようということでラマス監督が先に仕掛けたんですが、で山形も今一人がスタンバイということになりました。はい、上野さん、フォワード20番根本選手を準備しています。怪我から復帰ですよね。これまた相手にとって嫌な選手なんですが、林を下げますね。そのまだしかしいいプレーです。秋葉がおっとディエゴ行った、危ないところです。そして元橋から、さあここはその林がボールを持っていますが、財前ここも取られて菅原吹いたから、そしてディエゴ、さあここから速いぞ長い。ディエゴ右にカイムと開いた、そのカイムでボールが行く、さあチャンスある、カイムといったカイムとから、カイムと中に入って今入れた、さあそして打てるか、シュート、復帰のヘディングシュート、キーパー清水が反応しました。これ完璧でしたね、あっと復帰
いや失礼、キッキーじゃないですね。これ海運のクロスに対して逆サイドに2枚重なったんですけども、ボーノですよね。ボーノですね、はい、あーボーノのシュートでした。ボーノがサイドを打っていますが、さあまだ続きます。クッキーのキック、ここで帝国がクリア。あの辺りの大野ってもいや非常にこういやらしい動きになるわけですね。まあ、2列目から、まあ、佐藤祐介同様、飛び出して動きが求められますね。さあそしてまたここはフィータが来ました。かわせるか、まだ持っている。早く入れろというラマス監督の指示もありますが、服部を持っています。そして今カイムが手を挙げていますが、こっちこっちというラマス監督の大きな声なんですが届きません。だから今カイムがいい動きだったんですよね。まあ、当然視野の中に服部の視野の中に入っているという、まあ、そういった予想だったと思うんですが、いや今早い段階で最終ラインからクロスを入れる、ドロングボールを入れるんであったら船越だ と思うんですよ、選択的には。はいはいはい、しかしサイドを起点としてえぐってクロスというのであれば、中に動きが必要になりますよね。さあここも復帰です。飛び込めない清水、パンチングうっと笛が鳴った。ファールになりました。飛び込んだ戸川のファールですかね。さあそしてプレーが止まったところで、まあ、ここで交代となりそうです。山形根本が入って、そして14番、まあ、今日注目ということで点が欲しいなという話だったんですがね。そうですね、北村と前線でなんとか起点といったところを期待されたんですけども、はい、やはりちょっと疲れの運動量が落ちたというのも一つありますが、はい、動きがない分どうしてもそのベルギーの最終ラインに狙われてしまいましたね。はい、でその動きを求めて根本投入になりました。上野さん、はい、根本選手は怪我からの復帰戦ということになりますよね。本人今日このチャンスしっかり結果出したいと気合が入っているようでした。はい、今日が3試合目今シーズンです。1点は取っています。ここは長井が持った。長い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 狙ってシュート。ただ一人一人動きが非常に活発になってまいりました。東京ヴェルディです。この時間帯で取るんだという中、そういった意識が彼はっきりしてますね。ありますし、彼の場合はパスも出せますし、今のように狭い局面、ドリブルで突破することもできるわけですよ。で、海部が後半になってようやく右サイドで仕掛けるようになり、クロスが上がるようになった。はい、なおかつ長井が中で仕掛けるではこれバランスよくなると思いますよ。ちょっと、はい、戸川です。その前に笛が鳴っています。ですから復帰リオも前を打っています。その後ろに長井がいます。そして両サイドはもちろんフィーター、タイムと変わりません。そして菅原、大野が並んでいます。そしてまあその後ろ3バックになりますが、さあ一柳、まあ、勝負に出たと言っていい、はい、と思うんですよね。この2枚同時の交代というのは、やはり点を取りに行く前がかりになる、やはりサインとして選手を受け止めると思うんですよ。はい、うん、やはり最終ライン戸川を中心としたこの3バック、菅原を含めたこの守備陣というのはリスクマネジメント、そういったバランスは気をつけなきゃいけませんね。はい、リエゴ、ここはカットした秋葉。さあそして山形行きます。本橋、財前が持つ。さあここから裏を取る動きだ。そして中にボールが入って、あっと菅原いい対応でした。で、さあそして非常に動きが速くなってきました。長井です。長井前は取れません。本橋、さあそして宮澤、また左サイド来ています。さあここでまたボールが入って、根本、変わって入った根本、根本結果を出したい根本、根本が中に入れる、落とせません。一柳、72分が過ぎています。さあそして今日の西ヶ丘サッカー場ですが、3015人が入りました。今日は3015人がこの台風の雨の影響を受けているんですが、まあ、大きな声を上げて声援を送っています。今日の入場者数は 3.15 人です。いや、そしてキャパ数的にはそれほど大きくないこの西岡がですけども、はい、3000入るとやはり迫力ありますね。ピッチが近いだけだと、本当に見やすいんですよね、これサポーターが言ってもね。はい、そして今日山形サポーターがたくさん来ていますよね。そうなんですよ。チーム関係者の方は普段のアウェー戦の5倍ぐらい来てるんじゃないかという話をしていました。山形から来てるんですかね。ま、皆さん先ほどお話聞いたんですけど、はい、車で来たりまた電車で来たり、応援バスも3台出ているそうですね。連休ということですよね。はい、ただ台風ちょっと心配ですけど、それでもまあいっかということで、とりあえず行くだけ行こうということで来ましたという話をしていました。ありがたいですね。まあ、そういった中で、まあ、結果を出したいこと山形になりますが、のようなこの山田のサポーターです。まあ、今日から大型といいましょうか、まあ、3連休になりますが、まあ、
台風の影響を受けてしまっています。雨の中ですが懸命の応援です。1点勝負になりました。大野が落としていますが鷲田、そしてここは根本、もっと後ろから菅原、ファールはない、いい守備になりました大野。さあここは繋いでいきます。長い、長い、長い、裏は取れるか、ディエゴ行ったがキーパー清水、おっとこぼしてるが、いや今長井秀樹自分で行っても面白かったんですけどね、ラストパスを選択した、確かに前線ディエゴのスピードといったところに託したわけですけどね、はい、ただ清水も今いい判断でしたね。いい判断でした、勇気あるプレーです。でそれから完全移籍を勝ち取っているこの今シーズンですが、いい守備を見せました。ただ渡辺さん、なんかこう点が入りそうな雰囲気あるんですけどね。そうですね、やはりベルディが攻撃的になった、でなおかつそれを受けて守るのではなく山形も前線を変えてきた、スピードが出てきましたね、さあ藤田が行きました。そして中にボールが入りますが、ここが清水が取ります。キーパーの清水、非常に反応が良く、そしてまたコーチングもできるキーパーです。左サイドバックの石川、宮澤、中にボールが、貝本、貝本取りました、貝本、そして一旦下げます、一柳、菅原から戸川、まあ、今日の3バックは一柳、戸川、そしてタットイですが非常に安定しています。そしてこの時間帯になりますが、まあ、そろそろと言いましょうか、この75分から19分、まあ、90分、まあ、ここまでは非常に両チームともに点が入ります。12点と11点という、まあ、ですからまあ動いてくるも当然かなという、まあ、そういった時間帯に入ってまいりました。今75分を回っています。でまたちょっと風が強くなってきましたからね。そうですね、左から右に吹いています。ですから風上がこのベルディというとなりますが、まあ、両チームだから点が入る時間ですよね、はい、まあ、ここでどういうふうな仕掛けをしてくるか、まあ、なので本当にいつものゲームよりもこの雨であったりこの風のこのコンディションというのは選手に一人一人に、はい、集中力といったものが求められますね、は。ただ気をつけなきゃいけないのがその裏返しにはベルディが10失点なんですね、はい、で山形は6失点ですから、これもちょっとベルディはバランスを崩してはいけないということになります。さあここは藤田が行きました。藤田、あ、出ましたか、出ましたね、フラッグ今上がりました。もったいない。残りあとこの75分を過ぎた15分の攻防、非常に面白くなってまいります。0対0、まだ点は入っていません。樋口監督も大きな声を上げます。樋口監督はしかしずっとこの位置です。もう全くベンチには入りません。集中集中という声も何度もかけていますね。そうですか。ディエゴ、さあここはまたベルディ、カットしてディエゴは行きますが、戸川、一柳、そして縦に入って、さあここから長井が持ってどうするか、大野、一柳、クロスという指示ですが、うん、っとボールが出ているんじゃないかという樋口監督ですが、大きな声が今出ました。いやこの時間帯は両監督、私やっぱり力入りますよね。そうですね、守備がいいですから、1点を失ったら、まあ、ゲーム決まると言っていくらいの、まあ、両チーム守備を持っていますから、その1点をいかにして取っていくのか。根本、宮澤行く、宮澤行った、根本乗った、シュート、根本が決めました。樋口監督ガッツポーズ。先に点を取ったのはモンテリオ山形。いやー今のは宮澤、そして根本、いや本当ね、2人でディフェンスラインの裏で起点を作り、でここでうまく根本入れ替わったんですけど、ディフェンス2枚のブロックも視野にあったでしょう。しかし思いっきり逃してね、根本はねポストに当たろうというくらいの位置ですから、本当にすごいシュートになりました。ベルディ1点を失っています。人数もね今十分に足りてたわけですから、そして優位な局面作れたわけですから、慌てる必要はなかったと思うんですよ、しかしワンツーパス交換をされることによって完全に自分のマークを置いてしまうようなシーンになってしまいましたよね。根本から言えば久々のゲームの中で今シーズン2点目、大きな1点ですね、根本自身のね。
でなおかつそのゲームが動いた時の樋口監督とガッツポーズが、ねはい、すごかったですよ。押してやったりですよね、ごめんなさい、両手を突き上げて2回3回とくるくる回りましたね、はい、77分という時間に点が入りました。均衡を破れました。それがもうやはり樋口監督山形のゲームプランですからね、今日のゲームに関しては。ずっと0対0できて残り15分で1点取って逃げ切ろうということでしょうからね、はい、さあブリディは点を取らなければいけません。貝本、貝本、貝本が持っています。池という声、そしてクロスが入った。さあ飛び込むか、ディエゴこぼれて復帰、届かない、宮沢。さあしたがって渡辺さん、はい、1点を失ったわけで点を取らなければいけないわけですね、ベルディは。そうですね、で、まあ、本当 0-0 の時にコメント考えたんですけども、はい、このままいけばやはりこの点を取りたいであったりだとか守備の意識を持つ、それ両チームに明確にゲームプラン出ると思うんですよ、はい、そうなった時にやはりまたちょっと状況が変わるかなと思ったんですが、その前に、まあ、ちょうど残り10分ちょっとぐらいの時ですか、ゲームが動いたのでより一層やはりベルディは前がかりになるでしょう、はい、しかし何度も言うんですが後ろはやはり2点目取られるようなミスだけは避けたいわけですよね。さっきも言いましたが失点が結構ある状態ですから、はい、長い、ここは清水、逆にこう2段目を取りに行く必要は今山形のゲームプランではないと思うんですよ、はい、なのでより一層最終ラインの4枚あと中盤の4枚この8人でしっかりとした壁を作って、マークの受け渡しであったりとかより一層守備に関して集中が高まりますよね、はい、ですからこの時間帯の6失点というのは札幌が3失点ですが、まあ、それに次ぐという非常に少ない時間帯になります。だからもちろんデータ的には有利になったのは山田なんですが、今4連勝中勢いあります。このベルディ服部が出てきた、服部が入れる、介護止まっているか、石川出します、宮沢追っていきます、ボーラ出ました、スローインかコーナーか、スローインになりそうです、コーナーかな、いやスローインです、スローインですね、はいはい、もう一枚のカード船越という高さは切りませんかね、復帰、菅原、復帰、復帰、復帰から、おっと打っていったシュートだ。いやー今の山形のディフェンスなんか見ていると、はい、復帰あのポジションであれば打たしてもいいディフェンスだったんですよ、しっかりシュートコースに入って、でなおかつ取りに行くのではなく前を開けてプレッシャーかけてましたよね、はい、しかしそんなのお構いなしで打ってきますからね、ある意味意表をついたようには見えるんですが、まあ、当然その心の準備は山形ができています。しかしゴールキーパー清水にとってみればディフェンス そのガードといったところ壁がブラインドになりますからね、まあ、見にくいですよね、嫌なバウンドしましたから ね今ただ振りの速さというかやっぱりタイミング取りづらいシュートを打ちますからね、根元の1点です。そして1点を取りました、大きな自信になります。根本今シーズン2点目、77分でした。さあ時間の方も80分から82分になろうとしています。確かにもう1枚どれを切るかなんですかね、そしてまたいつの時間で切るかなんですが、ラモス監督も迷っているか。戸川、服部からボールが入る、グランダー、ここはレオナルドがいました。そして菅原、菅原から一柳、中に振り、フランス崩して持っていく、今の抜けたタイミングで周り使えませんかね、しかしそこで持っていくのが復帰なんでしょうけどね、はい、でも今も出したのは北村です。北村ももちろんこの守備に入っています。ラモス監督のこの表情、あとカード1枚残っていますが、どこでどういうふうに切っていくのか、時間はもう82分を回っています。上野さん、はい、動くのは山形ベンチの方ですね。なるほど、ミッドフィルダー6番佐々木選手を準備しています、はい、佐々木はサイドの選手ですから、もしかすると貝本と藤田あたりにマッチアップさせてくるのかもしれませんね、はい、まあ、佐々木は決して大きな選手ではありませんが非常にスピードを持っています。上野さん、佐々木選手、はい、フォワードの北村選手と交代します。北村、なるほど、26番のフォワード北村を下げて、そしてそうなると多分財前を真ん中に入れるんじゃないでしょうかね、はい、上野さん、はい、そしてベルディベンチ船越選手を今呼びましたね、準備しています。船越投入は誰を下げてくるか、ここはまあ菅原なり守備の人間を1枚削るが、はい、まあ、妥当だと思うんですけどね、まあ、当然ですが攻撃の
まあ、攻めその厚さを要求されるわけですから、まあ、その前に高校はチャンスになります。宮沢は遠い位置から入っていきました。ここからクロスが1本、そして宮沢がうーっとシュートだ。根元のシュートです。そしてここでその26番の北村を下げます。6番ミッドフィーダー佐々木が入ってきます。上田さん、はい、この後ベルディの交代ですが、船越選手は藤田選手と交代しますね。藤田、はい、なるほど。ちょっと4枚4枚という声が聞こえたような気がしたんですが、この後システムがあるかもしれません、はい、そうですか。まずはその最後のカードなんですが、3番の藤田を下げて、そして船越を投入ということになりますが、194センチが今入ります。31ではないですよね。3ですね、うん、藤田です。さあ、そして最後のカードまたフォワードを入れるということになりました。で、4バックにするんですか。貝本が今下がっています。貝本がその最終ライン1枚加わりました。服部が左サイドバックですね、はい、さあ、この今の戦力でとにかく勝負をかけるということになります。船越の高さを生かせるかどうか。84分、あと残り6分、1点取って同点、2点取らないと勝てません。勝ち点3も入ってきません、ベルディ。ただこの辺からがまた山形の真骨頂です。その牙城をどういうふうに破っていくのか。だからある意味ではもうここはクリアになりますが、あの船越投入というのはもう放り込んでもいいわけですよね、はい、あっと、しかしここはスピードに乗っていく。そうですよ。そこから財前のシュート、高みを堪能しました。財前の決定的な場面、佐々木のスピード、そして折り返しボール、まあ、これがまた山田いいところ出ましたが、財前もらったというシュートは高みを堪能しました。よく防ぎましたね。まあ、流してのシュートでしたからね、イメージは同サイド、ゴール左隅だったんですが、はい、さあ、ここは時間を使います。財前、宮沢もいます。時間を使います。そしてスローインを取ります。ベルさん、というかベルディのボールになります。はい、山形ベンチ交代を行います。A、4番ディフェンス小原選手を準備しています、はい、8番本橋選手、ミッドフィルダーとの交代になります。小原も怪我からの復帰になります。10番の本橋を下げて小原ということになります。ですから球児監督も、まあ、3枚目のカードということになりました。当然守備を固めます。小原翔吾そのままボランチに入れますか。入りますね、はい。まあ、これ高さ対策なので最終ラインで跳ね返すだけでなく、これ中盤との3度も意識させてるでしょうね、はい。船越その前にファール、船越のファールがありました。だからだんだん気持ちの方も焦ってきます。石川が蹴ります。手元時計で87分、残りあともう3分です。さあ、そしてベルディ、ここは引っ張っています。その代わって入った4番の小村が引っ張りました。フッキーは倒されますが、ディエゴ、貝本、復帰、クロスが入る、飛び込めない船越。これは船越狙いなんでしょうけどね、早いタイミングでね、ディエゴ復帰と右サイドで開いてましたからね、はい、財前、根本が今指を刺した。財前からもう一回右に開いた、佐々木がいます。佐々木、雨がまた一段と強くなっています。西岡さん、過剰すごい早い、本当に早いですね、この佐々木はね、早いですね、167センチ小柄なんですが非常にスピードを持っています。さあ、このこぼれ球、これを拾いたいベルディ、服部行く、わっと足が上がった、ファウルになりました。服部のファウルです。ベンチの上に出ている樋口監督の体がピクピク動いてるんですよね。本当です。ワンプレーワンプレーごとにちょうど放送席の真ん前なんですよね、はっきり分かりますが、それほど逃げ切りたいという気持ちが入っています。
秋葉から見え出して、まあ、ここはもう全く慌てることありませんが一旦佐々木に預けました。服部がマークに行きます。ベルディはとにかく早くマイボールしたいんですがすごいんです。まあ、山田こういう感じでいいわけですよね。いいですね、はい。服部ご覧のようにカメラにも雨粒が大きな雨粒がついています。それほど強い雨です。今日の西川岡サッカー場平越がいます。はい、どんどん雨激しくなってきました。本当ですね。さあそしてここは小原、これを拾いたい長井、ここはボールが出ました。そしてスローインは山形です。この樋口監督落ち着いていられません。声は届いてますから、そして今第4審が行きますが皆さん、樋口監督は叫びっぱなしなんですがラモス監督の方はもうベンチの中でどっしりと座りまして、とにかくもう選手に任せたというような表情しています、ね。まあ、カードは切ったわけですが当然そうなりますが、いやこの強い雨が放送中にも今入ってまいります。風も出てまいりました。一柳、ここはプレッシャーをかけます。財前、財前も動いてますね、今日はね、はい、彼自身も、まあ、フルに戦うのはね、はい、もう4試合ぶりですか、菅原、船越、そのままキーパー、いや最後にね、船越の高さをカード切ったわけですけど、その高さというのも、アーリクロスさえも上げさせてもらえませんからね、そうなんですよね。それが前線からのプレス、かかってますよ、山田は。で今、樋口監督がちらっと時計を見たんですが、手元の時計で間もなく90分になります。間もなく90分です。今その90分になりました。そしてアジアタイムが3分です。この3分で1点を取って同点、2点で逆転ですが、さあベルディどういうふうに仕掛けるか。ラモス監督ももう立っていられません、座っていられません。サイドからという声を飛ばしています。そのための船越なんですよね。だからね、サイドからクロスを上げれば船越で頭が生きてくるんですが、戸川から一柳、ここも佐々木のスピードプレッシャーをかけます。さあそして長いボール1本出てその船越を預けました。サイドからサイドからというそのサイドの起点に、はい、今サイドバックに入っている貝本と左サイド服部、そこで起点作ろうとしているわけですよ、で長いであり大野も中にプレーしてますから、もう本当にもう少し高い位置でねサイドに選手が張りたいですよね、はい、その大野、そして服部、ここも宮澤プレスをかけます。そしてディオ、服部、復帰、復帰と、ここは須田が行きました。さあ服部入れてディエゴ、時間はなくなっています。船越、船越が中にいますがボールが来ない、ボールは来ません。船越、そして逆サイド海部が待っているんですが、ゴール前にはボールは飛んできません。ここから1本入って船越が、そして貝本がーっと飛びついたんですがダメです。だんだん気持ちも焦っていきます。時間はなくなってきますが、アディショナルタイムが3分、あと1分半です。1対077分に1点を取った根本、山形が1点をリードしています。4連勝中のこのベルディですが、その連勝がストップしてしまうのか、とにかく1点欲しい。あったわけです。オフサイドです。あ、そして今、いや、そうですよね、そうですよね、はい、長いフェイに聞こえたんですが、というザーミクもありましたが、今2分ですもんね、あと1分あります、はい、あと1分あります。船越、山形のそして風が強くなり、はい、ピッチコンディションですから、ロングボールも風の影響を受けてかなり流れてますね。ディエゴ、ディエゴはこの位置になります。そして戸川、ただ早く入れたいですよね。船越手を挙げた、そして船越になっていきますが、その後ろ、おっと服部が来ました。こぼれて秋葉のクリアです。大きなクリアになります。まあ、これで十分です。そして戸川、菅原、前に入れたい、入れる。そして船越待っているが、こぼれた。復帰が来ます。ありますよ、復帰、復帰。さあボールを持った復帰、非常に強い雨の中、さあ残り時間が少なくなった。復帰どうする、復帰持っていく、さあ狙うか、シュート、決まった。復帰決めた、同点ゴール。さすがに復帰18点目、同点ゴールが決まりました。いやミラクルシュートです。
やりました復帰。ドラマですね。しかしいやすごい、やっぱりすごい。再三あの距離からのシュートは狙ってましたけども、まさかこの時間帯。本当です。いやこれ樋口監督はご覧のような呆然としていますが、皆さん樋口監督座り込みました。ゴールの瞬間でしょうね。ここまで来てどうして防げなかったということなんですが、ゲームは終わっています。1対1の引き分けです。いやがっくりしてますね樋口監督。いや本当にね、両チームとも、まあ、特に山形がね、ゲームプラン通りに終了間際まで進んだだけに、両チームの勝ち点1なら状態は変わらないわけですけども、この1は違いますね。首を振りながら今ラモス監督と握手。いや信じられないという、そんな表情の樋口監督。何を交わしているのか。ただただ最後の最後に復帰の凄さを思い知ったゲームになりました。1対1の引き分け、これベルディから言ったら大きな違いですからね。いや本当であればね、次節の札幌戦、首位札幌戦に向けて5連勝してやはり勢いを持った上で挑みたかったわけですよ。まだ呆然としています。しかしこれ同点ですが、勝ち点2落としたような状況ではありますけども、その勢いは持続されますかね。それぐらい両チームのゴールと言いますか、このベンチの中が対照的ですね。わかりますよね。わかります、だってゴールインの後の笛ですからね。本当に山形から言ったら悔しいこの引き分けになりました。ベルディから言ったら非常に価値ある引き分けです。これでベルディが、負けずに終わりました。したがって勝ち点が1プラス43になっています。一方の山形の引き分けで勝ち点は35と伸びていますが、山形から言えば完全にこの勝ち点2がポロリとなかったから落ちてしまったわけですよね。いや本当それも最後の最後でしたね。最後の最後ですよ。ワンプレーでした。いやものすごく悔しがっています。樋口監督まだ信じられないといった表情です。でもこれが現実なんです。これがサッカーなんです。いやなんか樋口監督の表情を見てるとちょっと言葉に詰まりますがね。本当両チーム、山形も3枚のカードを切り、あとはベンチはピッチに立っている選手に託すだけだったんですよね、しかし最後の最後まで細かい指示を与えて選手はそれに対して動いてくれたわけですよ、集中も続いていました、しかし最後のゴールを防げなかったですかね。個人の能力と取るのか、それとも防げなかったのか、ただすごいね。やっぱりすごいんです。復帰は素晴らしいゴールでした。すごいんです、はい、あそこでですから普通にクロスでも上がるかなと思ったんですが、やっぱり持っていくんですよね。で、はい、切れますからね。ただ樋口監督が言ったら本当になんで防げないんだというのがあるわけですね。ありますね。確かに足が止まってましたね、失点シーンなんか見るとね、あそこまでも散々打たしてもいい、しかしもう少しプレッシャーかけるべきだ、はい、これは試合中でも僕は触れたことだと思うんですけども、力持ってますね。いやしかし本当になんかサッカー、面白いんですがやっぱ怖いですね。怖いですね。こういった現実を見ると本当に、ラモス監督の勝ち点1ゲット、そして逆に樋口監督の勝ち点2が手からスルーと抜けたという。そしてインタビューですね。奇跡的な同点ゴール、復帰選手です。おめでとうございます。フェリスメントも5年前a equipe não abateu com esse gol, né? Todo mundo correu até o fim e graças a Deus com o apoio da torcida conseguimos empate. 失点の後、おかげさまでみんな、落ち込まないで最後まで走って、でドローで終わることができて本当に良かったと思います。4連勝の後、この引き分けを持って札幌と戦うっていうのはまたちょっと違うんじゃないですか。A equipe vai a 5 jogos, né? Sem perder. Então tá todo mundo bem, ciente que está fazendo o trabalho certo. Infelizmente não conseguimos a vitória, mas junto com a nossa torcida vamos para Sapporo em busca dos três pontos lá. そうですね、5試合負けなしなんで正しい道を歩んでるっていうのは間違いないと思います。で、サポーターの皆さんも札幌までついてきてくれれば確かに3点取りたいと思います。今サポーターのお話もありました。最後まで信じて応援をしてくださったサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。Quero agradecer a todos os torcedores que estão presentes, né? Infelizmente não demos a vitória para eles, que era o esperado,
o torcedor está de parabéns, pelo, está demonstrando carinho pela, pela equipe, está apoiando até o fim. E vamos conseguir as vitórias agora para poder subir para a G1.まあ、本当にここまで足運んでくれて本当に感謝してます。で残念ながら、勝利で飾ることはできなかったんですが、まあ、引き分けということで、次回は必ず3点勝利を取りますので信じてください。見事な奇跡的な同点ゴール、復帰選手でした。という、まあ、至って冷静な復帰選手のコメントではあったんですが、いやー渡辺さん、まあ、本当になんか何度も言いますがやっぱり復帰ってすごいですよ。いや本当素晴らしいですね。これだけマークを受けながらもしっかり結果を残す、なおかつチームに貢献するあたりね、よく今日は辛抱しましたよ。あの山形のディフェンス相手にね、切れずにね、でカードももらっちゃいけない今日一戦じゃないですか。そうなんです、よくもらわなかったという、ね、気がしますよね。ただまあ渡辺さんもディフェンダーですから、中大和のディフェンダー陣の気持ちも分かりますよね。分かります。飛び込まないディフェンス、そこはやっぱり徹底されたと思いますが、最後飛び込まずにスペースを与えてしまった、そこが今の失点につながったと思うんですよね。という本当に、まあ、感動と言いましょうか、まあ、そういったゲームになりました。まあ、結果的にはこのヴェルディ、そして山形は1対1の引き分けに終わったというゲームでありました。この放送は西ヶ丘サッカー場からお送りをしております。衛星 CM 広告、インターネットで全国 CM を買いませんか。驚きの低価格でお申し込みは簡単。まず100本の CM の中からお気に入りを選びます。次に商品写真などを用意し、ナレーションを決めるだけ。想像以上のレスポンスが期待でき、売上アップ。衛星 CM 広告、詳しくはウェブへ。まずは J1 前半戦の中からもう一度見たい試合をサポーターが投票、 J1 前半戦プレイバック。さらに監督をはじめとした J1 各クラブが選ぶ前半戦プレイバックもオンエア。もちろんハイビジョン放送試合もアンコール放送します。全試合のハイライトをチェックしたいあなたには J リーグアフターゲームショーを再びお届け。1枚の写真に隠された熱き思いとは。写真に込められた様々なメッセージをカメラマンと共に語り尽くす A Moment of J。 ベスト8が頂点を目指して7月に激突。 J リーグ山崎ナビスコカップ準々決勝全試合生中継。リーグ戦とは一味違う白熱の戦いを見逃すな。放送チャンネルと視聴方法はご覧の通り。7月の J1 オフ企画に関する詳しい放送予定、視聴方法はスカパーホームページなどでご確認ください。スカパーをご覧の皆様、プロ野球セットに加入すればご覧のラインナップでセパ公式戦全試合放送、さらにさらにプロ野球関連番組までチェック OK。 激闘必至のペナントレース、喜怒哀楽シーンに最後まであなたの視線は釘付け。果たして今年はどんなドラマが生まれるのか。プロ野球セットのお申し込みはスカパー、リーツバイスカパーカスタマーセンターまで。まあ、台風4号の影響でずっとこの雨が降り続いていました。そしてまあ後半に入って、まあ、特に強くなってきた、まあ、その雨が今も非常に強い雨なんですが、まあ、このヴェルディのサポーター、あるいは山形のサポーターはどんな気持ちでこう家入りするのか、まあ、この雨にも負けという感じで、やはりあのヴェルディのサポーターから言ったら、渡辺さん、まあ、雨は降ったんですが、はい、同点ゴールは、ね、非常に心地よいゴールになりましたね。いや本当最後の最後で素晴らしいドラマが待っていましたね。しかもあれヴェルディのサポーターサイドですよね、はい、ゴールが吸い込まれたのは。そうですね、まあ、なのでシュートの復帰の軌道というのは、はい、サポーターからすごく見えたと思うんですけども、ここから見てても綺麗な弾道でしたね。本当にうわーという感じでした。さあそれでは試合ハイライトをご紹介をしたいと思います。ただ雨の中だったんですが、お互いにやっぱり集中を切らさないで非常にいいゲームでしたよね。ちゃんと蹴るだけではなくしっかりつなごうという意識、その雨の日用の特別なサッカーというのは今日見られませんでしたよね。まあ、広山のシュートという、まあ、前半立ち上がりから始まったんですが、まあ、お互いにチャンスは生まれました。まあ、イメージ的には山田の中守るイメージもあったんですが、まあ、本当にこうゴールチャンスも何度かありました。そしてこういったフリーキック、
まあ、清水もキーパーとしては本当にいい守備をずっと見せていたんですよね。はい、で前半0対0で雨が強くなって後半でこの選手交代というのも一つ、まあ、どういうふうに流れを変えるかなということだったんですが、日本の流れが変わって、まあ、ドリブルで仕掛けていく、それが中央の突破で仕掛けるシーンというのは何度かありましたよね。でその中を使うことによってこのようにサイドの貝本藤田が生きるようになった、はい、なのでもう本当に前イケ寄せのイケイケの状態にはなったんですけどね。で長い変わった選手がそれでシュートを打ちました。まあ、しかしこの1本ですよ ね。で本当に2対2の局面で中にも1枚余ってるんですけども、これ服部からしてみれば逆サイドのシュートコース切ってるわけですよ、はい、であればゴールキーパー高木はニアサイド絶対切らなきゃいけない、ね、あのシュートコースは抜かれてはいけないポジションだと思いますね。ここはあそこしかないですからね、はい、服部も遅れはしましたが逆サイドのシュートコースは切る、はい、ポジション取ってましたからね。ただ入れた根本もやっぱすごかったですね。また気持ちこもってましたよ。でこのシュートゴールイン、まだ後ろのサポーター見てください、ものすごい声援でした。綺麗な弾道でしたね。うわー、ラモス監督もすごい。で樋口監督はベンチ前で、まあ、本当にうなだれてました、はい、座り込んでしまい、という劇的な、まあ、今日のゲームの幕切れだったんですが、まあ、結果は1対1という、まあ、スコアで、まあ、結局引き分け、まあ、勝ち点1を取ったのがヴェルディ、勝ち点2を失ったのが山形という完全にこれ色分けできるゲームでしたよね。まあ、しかし両チームの監督がこの西ヶ丘では縁起がいいと言ってましたが、はい、今日はもうほんと引き分けということでね次回の対戦にちょっと期待したいですけどね。でも引き分けという気持ちで樋口さん監督がいられないですよね。やはりその前に追加点が取れる財前のビッグチャンスもあったじゃないですか、うん、ありましたもんね、はい、のね。さあヴェルディですが今後の対戦ご紹介しましょう。ご覧のように4月の21日はアウェーで札幌戦、大きなゲームになります。その後にセレッソ福岡、大事なゲームはこれ続きますよね。まあ、しかしこれタイトなスケジュールが、まあ、ようやく1週間空くわけですからね、次のゲームに向けて、うん、でもちろんその札幌アウェーで乗り込んで戦うわけですけども、はい、まあ、この最終ラインの集中力、失点はしましたけれども、うん、はい、まあ、僕はある程度合格点を上げてもいいのかなと、しかしこうシステムを変えた時の攻撃であったりだとか、はい、ちょっとチグハグした時の、ね、うん、場面があったので、そこはやはりここ時間かけて1週間しっかり調整してもらいたいと思います、はい、一方の山形です。まあ、前節が敗れて今節は勝つゲームを引き分けてしまいました。この後が仙台、徳島、愛媛ということになりますが、東北ダービーですね、まあ、ですよね、はい、あのヴェルディから言えばぜひ山形頑張ってほしいということですよね。もちろんそうでしょうね、まあ、しかしこれ山形も引き分け最後追いつかれましたけども、まあ、今日フル出場した財前であり、うん、で根本も戻ってきました、はい、あと小原もですね、楽しみですよ、これね、怪我人が戻ってきたんでね、この次節と1週間空く、はい、次の仙台戦というのは非常に楽しみ、期待していいと思います ね、はい、さあそして J2 の次節の対戦カードをご紹介しましょう。さあご覧のようになっています、ヴェルディは札幌、今ご紹介しました、まあ、そして、ご覧の山形は仙台ということになりますが、お楽しみいただきたいと思います。なお台風4号の影響で延期になった試合ですが、福岡対仙台は7月の15日日曜日7時、午後7時キックオフ、そして愛媛対セレッソ大阪の、この対戦ですが7月の18日水曜日、19時キックオフで、徳島対札幌は開催日未定と、まあ、J リーグから発表されています。さあそれでは J リーグ関連番組のお知らせをご紹介しましょう。 J リーグはハイライト形式でお送りしている J リーグアフターゲームショー、 J2 そしてナビスコカップを速報でお伝えします。番組では、毎節ベストゴールをメールで募集しています。ご覧のメールアドレスで、ご応募ください。どうぞお楽しみに。それからスタジアムへ行こう合言葉にお送りする J リーグナイト07プレビューショーです。各クラブからの新着情報や監督選手インタビューなど、盛りだくさんでお送りします。無料放送のこの番組で、J リーグ最新情報をお楽しみください。なお詳しい、放送スケジュールは EPG またはホームページなどで確認をお願いいたします。そしてもう一つあります。 J リーグ山崎ナビスコカップのお知らせです。スカパーでは今年も準々決勝から決勝までを全試合生中継でお送りします。明日4月の15日日曜日は、これは準々決勝の第2戦の2試合をご覧のチャンネルで生中継いたします。 J1 は中断となる7月はこのナビスコカップのほか、前半戦のベストゲームをアンコール放送などを予定しておりますので、どうぞお楽しみいただきたいと思います。なお詳しい放送予定あるいは視聴方法ですが、スカパーホームページで確認をお願いしたいと思います。
さあとにかくタフなゲーム、面白いゲームでした。渡辺さん、はい、振り返って一言お願いします。いや本当に苦しんで、はい、ベルディにしてみれば耐える耐えるサッカーだったと思うんですよね、はい、我慢しながら、で山形も本当に自分たちのゲームプラン通りという樋口監督のコメントがあった通り、はい、89分ですか、90分過ぎまで本当ですゲームプラン通り行ったと思います、あと本当わずかなところだと思うんですよね、はい、なので本当ベルディもやはり一つ上、次の札幌戦勝つ意味でも、はい、そういったところこういったゲームで勝ち点1が取れたっていうのは勢いはつきと思うんですよね、まあ、しかしまだ半分終わったばかりですから、うん、まだまだこれから先暑い夏もありますし、そうですね、ここをどう乗り越えていくか、見せ場はまだたくさんあると思います、まあ、第3クールというのはそういうクールでしょうからね、はい、まあ、しかし今日のゲームは、まあ、結果的には本当にもう最後の最後に同点ゴールということで、まあ、見事に、まあ、アベルディケレバ引き分けたゲームでありました。この放送は渡辺一平さんの解説、リポーター高井清香、そして実況上野でお伝えしました。渡辺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。この放送は西ヶ丘サッカー場からお送りをいたしました。